はい、読み込み終わった人はコンティニューをお願いいたします。よし。だいたい OK ですね。じゃあ、PVP のルール、作戦、背景 EVP などなどだ、説明しわていーい。きます。ストーリーとしては、私、ガングリホンってやったことないんですが、それを無視しております。で、作戦目標として、人類側は補給トラック3台の防衛、またはガングリホンの破壊になります。で、逆にガングリホン側は、エリアに存在する補給トラック3台を発見し、破壊することが任務で す。人類側って敵も一応人類だけどな。で、作戦時間については30分。こちらは、カウントダウンの開始が歩兵の展開完了後のおしおし、つぶつカウぶントダウンの開始今になりま日す。 PVP ですね。非対称 PVP。なので、ガングリフォン側は指示があるまでスタート地点から動かないで、そのまま待機をお願いします。で、ガングリフォン側の行動制限として、滑空を NG とさせていただいております。ただし、ジャンプは OK。で、ガングリフォンがこの作戦エリア逸脱した時点で、そのガングリフォン、その逸脱したガングリフォンは使用を停止していただきます。こっちで破壊しますので、よろしくお願いします。はい。で、禁止事項は各自ご覧ください。で、無線なんですが、各チームごとサイドチャンネルで書き込みをお願いします。サイドチャンネルで今の時間に書き込みをお願いします。で、ガングリフォンの1番機は誰でしたっけ？はい、鈴木です。狙撃、じゃあ、狙撃キングが赤3機率いてください。2番機が。F 肉さんが1番機です。おう、F 肉がじゃあ率いてください。F 肉は無線の周波数を書いておくこと。以上ですかね。はい、言い忘れたことはなさそう。何か質問がある人いますか？これ無線デフォで使うとまずかったりしますか？周波数指定した方がいい。いや、多分デフォでも大丈夫です。多分。作戦エリアっていうのは歩兵の展開位置もこの作戦エリア内に限定されるって感じですか？そうですね。はい。そうなります。わかりました。あれ？他に質問ある方はいらっしゃいますか？あ、すいません。補給トラックって人類側って要はまず見つけるから、どこにあるんでしたっけ？補給トラック。この緑のこエリこアのか。中にあります。なるほど。はいはい。で、こう遠くから見えない位置に隠してあるので、動かせないんですが、隠してあります。私でのも方トで。ラックは、了解しました。動かないんですね。動かない。すいません。了解。はい。なんか他に質問ある人います？なるほど。これか。大丈夫かな？準備完了した時点でどう今やって回の私は準備 PVP 完了は。ですって言えばいいんでしょう。グローバルチャンネルでチャットを打ってください。了解しました。はい。私、いつも見てるんで、上から。いつも見てる。大丈夫かな？今回あはとはなん大か丈夫ですかね？歩兵対ガングリフォン、ガングリフォンっ細ていかうい作戦は、ロボッ以降、サイドトっチャンネてル言っちでゃえなのかな。やってください。人型あ、兵すいません。アーセナルはありません。忘れてましたね。器。人アーセ型ナル決はあ戦りま兵せん器のなで、の？本当に。持ってる装備で何とかしてください。あと、なんだっ生身け？の体でアー敵セナのルサーの、マルとかがごめん使なさえるい。ミ最リカ新鋭シのステロムボットをで、破壊すちるんょっとだ。いつも違うのが、即死がありになってます。すぐ死ぬので。メディックもいません。なんで死んだら空の上からみんなを見守りましょう。はい、以上です。了解しましじゃあ、た。何か質問事項あったらグローバルチャンネルで遠慮なく言ってください。では、1戦目始めます。5分を。よろしくお願いしまよろしくお願いしまーす。スコーピオン？お願いしまーす。なんかさ、作戦地域から出ちゃいけないって人類側って結構辛くない？一つ六、あと一二三、スピードチェックしてください。スリーチェックチェック。はい、オッケー。はーい、マーズだ。クソ強マーズやん、これ。めっちゃ軽いやつ。01は、259.1で、AT か。2ちゃん使いまーす。
これエティアメジス一発だけじゃん。一発だけか。アシスト2発持ってる。なるほど。よし、そしたらそれぞれカールグスタフのアシストを何発持ってんだろう。アシストが何発持ってて、シャスは一発装填済み。俺は今回2だから。チームリーダーは、全体で持ってるダンスを報告してください。第3分隊メティス全部で何発あるか分かったら教えてください。各ファイヤーチームで2問4発計8発です。アシストは持ってない感じですか？ファイヤーチームリーダーがアシストを兼任していて2発持ってます。2発持ってるということは4問4発プラス2の2で8発全部で。あ、俺バックパックも持ってる。はい、了解。多分ね、なんか10数えなきゃ。今回さ、ガチで勝ちに行くならさ、小銃捨ててもよくね。ガチで勝ちに行くならもう AT だけでよくね。降りてきた乗員はね、そうね。いやもう降りてきた乗員はもう喧嘩で、拳の喧嘩で済ませる。はい。あー、あるある。2チャンネルが、俺たちの体内チャンネルが 441.2。44.2 で、ちなみに共通が、パッパーの3間違ってね、周波数クリアにしちゃったんだって、だから俺が今教えてる。ちなみに共通は6チャンネルだから、3フタ 5.8 だ。3フタ 5.8。違うチャンネルが混戦してうるさいから消そうと思ったら間違えて2消しちゃう。はい、そうしましたら、今回アーセナルラインだったら、この状態で話始めていきますので、準備終わった分隊長は教えてください。準備というか、耳栓不要か。そしたらもう全部バックアンドエクワイト。はい、ありがとう。各員2人目は、頭からにおしよお願いします。準備できるもできない。このまんまやるしかないから、タブレットのこれ誰よ。エティシュー、装填込みで3発。あー怖いな、 PVP だ。 FTL 大丈夫？全くさっきから反応ないんだけど大丈夫？パッパの3無線合わせんじゃない？合計10発ですね。マジックですね。はい、あいつです。はーい、3機ガングリオン3機ですよね。やる気あんのか？しろ。普通はちょっとね、命令系統に。足が痛いとか言ってる場合じゃねえぞ。命令系統に起動場合だ。普通がポシャルと結構きつい気がする。あ、でもうちが一番大事なのかな、メティスが。普通って何を言ってるんですか？メティスが多量です。も重要かな。じゃあほら、まずだな、俺。ないかわからないから。敵3機の戦力が。そっか、メティスとマーズか、打ち、ね、打ちっぱなしブユードか。あのひたすら進むしかないかもしれないよね。ステンガンス、ステン、いやステンじゃない、これはあれだ、グリースガンだ。M3A1 アメリカ軍の方。待って、相手ってサーマル持ってるでしょ？持ってる持ってる。あんまり使いやすくはないみたいだけどね。いやーでも。インしないと、そんなにパッと見で熱気が分かる感じじゃないので。ああ、まあ確かに、ズームインされるとちょっとバレちゃう。で、今回なんですが、ですね、主戦場はこのライン、青色のこのラインより東側を主戦場とします。ちょっと相手の機動力があるので、ここより北側で戦闘をした場合、そうそう、工具みたいな格好、第二次世界大戦中にね、量産するためにね、もうちょっとでもこう、痩せっぽい素材で、それでもちゃんと使えるまともなってやるとね、こういう超部活のデザインになったんだよ。これを量産したんだ。ゲットアウトビティスを置きました。これ第3分隊メティス隊の移動目標です。ゲットアウトのところで北寄りに車両を止めてください。で、車両止めるとき東向けて、さすがリベレーターを作った国だよ。東向けて止めといてもらって、
はい、で、BP1 この3部では、コンクリート製の建設現場みたいな。あ、エアコンが熱い。OK、Google。エアコン消して。で、ここの1階か2階で、もうエアコンいらないね、今の時期ね。メティスなんですけど、射撃直後、リコイルというか反動ほとんどありませんので、射撃した後、ほぼまっすぐ前を向いてる筒、だんだんちょっと重くなって、あの手がブレてくるので、そのブレをいかに抑えつつ目標に照準するかを、射手は頑張ってください。で、屋内で撃てるんですけど、若干衝撃波で怪我します。無傷はちょっと、うちんとこは特に雨音は聞こえないな。で、この BP1 で、射撃指向方位なんですけど、まあ、こっち、ノース方向、ノースウェスト方向を気持ち見てもらうんですけど、どこで射撃開始するかはまた指示します。今のところはさっき引いたラインあたりを越えたら射撃をしてもらおうかな。でもこれ冷静に考えると辛いな。下からこう行って目標がいたら撃ってもらうぐらいにしとこうかなと思います。ノース方向については、でノース方向過ぎた後は東に関してはできれば背中を誘導して、真正面ヘッドオンで撃つのではなくて背中から撃つようにして誘導してもらえればなと思います。で、BP1 からもう BP1 からの攻撃が難しくなるなと、まあ、相手の機動力がどんぐらいでガンガン押してくるのかちょっと不透明ですけど、 BP1 でもメティス誘導できないなと思ったらゲットアウトのトラックに乗ってチャッとこの BP2 の稜線まで上がってきちゃってください。まあ、ここからはファクトリー方面も一望できるので、東に向かっての射撃のみ BP2 は使う感じで、1がダメになったら2まで第3分隊長判断で移動してきてください。了解。はい、で第2分隊車両隊なんですけど、第3分隊最後1個質問いいですか。いいですよいいですよ、どうぞどうぞ。はい、各 BP はもう分隊4問全部 BP1 で BP2 に移動するのは4問全部 BP2 っていうイメージですか、それとも2問ずつに分けるとか、そういう工夫は基本しない。そうですね、4問まとまって河川なるべく多く打った方が多分いいかなと考えてますので、飽和攻撃みたいな感じで4話まとめてでお願いします。了解です。はい、で第2分隊なんですが、せっかく車両があるのでやっぱり車両でこう暴れ回りながら撃ってほしいのと、車両がダメになったらどこかで降りて射撃してほしいなと思うので、まあ、ちょっと変わったことをしようかなと思います。第2分隊なんですが、北側緑色で、明るい緑色のラインで囲ってます。51コーチって書いてありますが、ここを、そうしましたら、チェックポイント1と故障します。さあ、今回はアッラーへの、お祈りの言葉が飛び交うぞ。チェックポイント1。ここ倉庫なんですけれど、普通に車両が出入りできるぐらいでっかいドアがあるので、ドア開けて、中にバックで入って、ドア閉めて、私がゴーって言ったらここから車両で飛び出してきてください。おお。ということで第2分隊お願いします。ここゲートはサウス側ドット置いたところにドアがあるんで、ドア開けたらバックで2台縦に入ってドア閉めてゴーサインを待ってください。怖い。おとりやんけ。ここで第3分隊が射撃を開始した後で、敵が第3分隊の射撃に対してリアクションをしているところに側面から飛び出してきてもらって、ひっちゃかめっちゃかにしてもらおうと思ってます。これ車両に乗ったまま撃つっていう感じですか。車両に乗ったまま撃ってもらいたいんですけど、車両に乗ったままだと1問しか撃てないので、あの他のところで車両からは降りてもう一人乗ってる人のグスタフも撃ってもらいたいなと思ってます。もうこれに関してはその場の状況で車両が多分4両あって1方につきドライバーとガンナーっていう形で入れるんで、そっかガンナーわかんのかあれ。おお、2台で2人乗るんやと思ってた。そしたら4台でやるか。まあただもちろん動きながら撃つって相当きついので、あくまで敵のレーダースクリーンにいきなり現れてちょっとひっちゃかめっちゃかにしてほしいなって思いなので、ずっと乗ってなくて結構です。なんかこれ以上やってらんねえなと思ったら下ろしてもらって結構です。これ第2分隊長に任せます。任せます。これ以上やってらんねえなって。してくれれば OK です。はい。
おお、楽しそうな作戦だな、おい。車に乗ったまま AT をぶっ放せようか。なかなかやらねえぞ。マジマジ。今回非対称戦争だ。俺たちゲリラ側とガングリフォンっていう人型決戦兵器っていう、まあガンダムじゃないけど、そういうそれっぽい感じのロボットが敵に3両いるんだよ。それを俺たちで AT でやる。めっちゃ強いぞ。サーマルもついてるし、機銃も30ミリを連射、ミニガンみたいに連射してくるようなやつだ。相手は誘導の AT 兵器を持ってるからな。ロックオンされたら終わりだ。私を信じろとしか言えないんですけれど、第一分隊。ですね、私前回はやってないのでどんなもんだったのか知らないんですが、前回があるのこれ。うん、あ、そうなんだ、知らんかった。ヤクトパンタ。そこだ。この辺のヤクトパンタ。この辺の背の高い。辛いけど。足の中でアンブッシュしてください。アンブッシュだってよ。大丈夫です。全然熱源見えないことは確認しております。ので、ほんまか？ほんまか？いや、隊長信じる。私は隊長信じる。そう、なんかもう第三分隊の未決の攻撃と作業が飛び出してスクリーン上に映った段階で、ここからバッと出てバッと打つみたいな感じで第一分隊、私を信じてください。いやー、いいね、盛り上がってきたな。こっちのガンナーは。あるかな、あるけど敵ガングリフォンだしでかいからそんな熱拳とかいらないよ。めっちゃ目立つもん。ここガングリフォンが超えてしまうと見えなくなるので、まあ、そうなったら、第3分隊のこの BP2 からは車線が通ってるので、第3分隊のメティス隊に託す感じになるのと、あとは生き残りで頑張って東の方向に行くことになりますので、なるべくここのラインは超える前にエンボさんと行き入っとると抑えたいなと思っております。で、大体の敵の位置が分からないと困るので、エリアで故障しようか。俺たちの隊はこっから車で飛び出てここら辺をぐるぐる回るんだって。いやー、はい、じゃあここの今回のミッションはね、なんかそう、ガングリフォンを破壊するか、ここの工場にあるトラック、輸送補給トラックを破壊するかなんだよ。だからガングリフォンが防衛も兼ねてるから、あんまり好き勝手に動けない。俺たち歩兵は守るもんはない。強いて言えば俺たちの命だけだ。で、ファクトリーまでの間。今回はどうやら。故障します。あ、そうなの？でまあ、大体ちょっとそれいいよ。エアラインさん止まってんのね。じゃあ教えるわ、今ここで。活用してください。発砲規制は第3分隊だけかな。あとはもう、おそらく交戦始まってるので、第3分隊の射撃タイミングですけど、エリアアルファに入る前の北側にいる敵、もしなんか棒立ちしててボケーとしてるようなら射撃しても OK です。ウェポンズタイトですね。エリアアルファ入ったら以後、ウェポンズフリーとします。攻守逆。あ、そうなの？あ、前回はそうだったんだ。俺全然前回やってないんだよね。違うよ、こっちの方の。あ、そっちか。すいません、分かりやすくて。そんなところですね。これ、マンさんだ。なんか最初に戻っちゃうんですけど、第3分隊 BP1 オンリー展開相当やばいと思うんですけど、大丈夫ですか？多分初動で見つかったら、30ミリ2門はどっちも榴弾ですし、70ミリロケットも搭載してるんで、これ全部倒壊させられるレベルだと思うんですけど、敵の火力が。30ミリロケットじゃないや、30ミリのバルカンがですね、なんでかわかりませんけれど、地面でしか信管が作動しません。へぇー、そこまで見たのか。建物に撃つと、建物を貫通して、その背後にある地面に着弾するとこで炸裂します。それ、もっとやばくね？まあ、なので、人に当たったらどうなるかなって見たんですけど、当たり前ですが、人に当たったとこで炸裂しました。で、建物で炸裂して崩れるってことはなかったです。ちょっとこれは不思議ですけどね。あと70ミリロケットはさすがにダメでした。まあ、BP1 に確かに全員危ないんじゃないかっていうのはちょっとそうですね。第3分隊長的にどう？あれだったらもうちょっと増やそうか。先にどんどん減ってってる気がするんですが、それは。その時にバッて上げて撃つぐらいですね。仮に撃たれて、公開しても一般だけ死ぬだけで済ませるようかなとは思ってます。了
解です。ちなみに BP2 なんですが、ここ本当ただの尾根なので、東を見る分にはいいんですけど、BP2 に常にいたら、もうすぐバレてしまうので、まあ、BP1 から2の間で、現地で、私は一番ここが隠れつつ打ちやすいなと思ったんですけど、それ以外の場所も現地で使ってもらっても OK です。この BP1 と2の間、はい、まあ、この街ですね。はい、この街で、はい。うん、お願いします。敵の想定する軌道みたいなのあります？この今作戦でこうなってくれたらいいな的な敵の軌道って。そうです、ね、全然アラインさんに映像のことについて話す機会がねえな。ここら辺で監視役になマジ。いや言いたいんだけど、ちょっとさすがにブリーフィング中に水さすのはちょっとあれかなと思って黙ってんだよね。ブリーフィングが終わったらいいよと思ったんだけど全然終わらねえわ。まあもうちょい終わると思うんだけど、さらに東に越境したところで第一分隊が攻撃みたいな感じがいいかなと思うんですけれど、ただどんな風に飛んでくるのか、飛翔はダメだけどジャンプは OK っていうのがあるので、怖いのは第三分隊の直近に来ちゃうことですね。メティスの近くに楽しそうだよ、聞くだけで。機動力あるけれど、カールグスタフ、今回歩兵が3分隊に分かれて AT でね、ガングリホンを破壊するんだ。敵の友人がもちろん PVP のガングリホンを3機を破壊するんだ。1はここで展開して攻撃して、2はここで車に乗って思いっきりかき回しながら、車に乗りながら AT で攻撃して、こいつら3はアンブッシュ組だ。ここでアンブッシュして敵が後ろを向けたところを3が撃つ。なんか勝てる気がしてきたもん。あと車両は隠蔽しますか、すみません、第3分隊です。第3分隊、あ、そうですね、ゲットアウトのとこで東向けて止めといて、置いてもらえれば大丈夫です。建物の陰に止めてくれれば。はい、了解です。はい、第2です。どうぞ。第2、全然終わらねえ。した後、この町とか、この町とかに1回抜けるっていうのはありですか？1回抜けるっていうのはありです。じゃあ、限界線超えない限りは、近くの遮蔽どこでも使っていい感じで。そうですね、もうここの倉庫からウーリャーオラーと出てきてもらえれば、あとは、はい、もう全域臨機応変に駆けずり回ってもらったっけです。別に道路通らなくても大丈夫ってことですよね？そうです、そうです。車両も別に道路を走らなくても十分走行能力あるので。以上です。はい、了解です。第一分隊員は周りが見えないと思いますけど、周りが見えないように隠れてください。様子見たいなと思って出ちゃうとバレちゃう。あ、第一はこっちか。了解、はい、タブレットがそこに入ってるんですけど、あれ持ってていいですか？タブレット、お、あったよ、チータブ。あー、どうも多分隊長。あ、どうもどうもどうも、審判員です。審判です。チータブ言われてたんですけど、用意したんで、指揮官に裁量をお任せします。とか、あと、車に入っている EDF、 いや EDF ではないらしいな。ガングル役割を果たしてないので、ペリスコープが使いたい人は新たに箱1個用意したんで、それもしよかったら使ってください。あー、了解です。わかります。質問は、このゲーム30年くらいやってますね。生まれる前からやってますから。初歩的にそうなんですけど、飛翔って要は羽広げてブーンって空を飛ぶのが NG で、ジャンプして着地っていう弧を描いた軌道は OK ってことなんですね。そうですね、そうそうそう。はいはいはい、はい、了解しました。エアラインさん、どっかのタイミングでずっと言いたかったんだけど、言っていい？どうぞ。今情報を得たんだけど、エアラインさんの配信今止まってるんだって。そうですよ。あら、そうなの？あ、止めてたのね。なんだなんだ、なんかそれが不具合かと思って心配してきた俺のリスナーがコメントで書いてくれたんだ。止めてたの？いやいやいや、垂れ流してるよ今、垂れ流してるよ今。まずかった、まずかったから。まああいつらさすがに YouTube 見てる余裕ないだろ。見たい隊員は使ってください。まあ、ただ覗いてる暇はないと思いますので。なんだ、そういうことだったのか。ええー、さすがに。ごめん、それだったらごめん、あらかじめ謝っとく。ヤレイさんガチ勢やな。ヤレイさん思ったよりガチだったわ。普通に垂れ流したわ。何も考えず痛いながしてる。いいね、楽しくなってきた。ペリスコープ誰も使わないな、持ってこっかな。ハンドガンバーか、取られるのか。じゃあいいや。あと1、2、3が各分隊ちゃんなので、まあ、とりあえずちょっと、
ですね。僕らは第3分隊ですよね。立ってパンフレできまーす。立ってるけど、すげえ、大久保さん、みんなでこれ、なんか肩についてる。なんかバグってるけど、降りていいよ。ちょっとブリーフィングするから、ほら、集合だ。リオリオさん、はい。フォレストさん降りれる？ちょっとなんか降りれないですね。降りれない？ラグってるからもうちょっと。ああ、なるほどね。降りるのに時間かかってんだ。まあ、こっからでも聞こえんだろう。はい。2人で1両なんで、ガンナーの人かな。ガンナーの人をちょっと無線聞いてもらって、多分車両が移動し始めたら、あのチームリーダーは乗ってない方の車両の統制できなくなるんで、まあ、ある程度私の話が聞けるようにしといてね、ガンナーは。あと、この箱かな。あと、ここにシータブが入ってるそうなんで、あとは、あれっすね。現状の基本としては、多分エリアブラボーに敵が入ってきた時点で走り出しをすると思うので、基本的には敵車両に移動して接近して打ち込んだ後、離脱したいっていう場合には、上はどっちだっけ？赤を打つんだよな。赤の医療は、この町の中、3が展開してる町の中で、ブルーはちょっと遠いんだけど、こっちちょっとまばらなんだけど、こっちないし、こっちまで行ってもらっていいんで、こっちの海沿いの建物群まで離脱するようにしてください。離脱か。もし、これは、つけられるようなら引きつけちゃうことですね。まあ別に離脱する方が危険だと思うんだったら、足元でうろちょろしてずっと打ち続けてもらってもいいんだけど、もしもう一回仕切り直ししたいっていう場合は、遠いかな。まあ、近くの建物どこでもいいんで、もしか車外取ってくれればいいよ。相手はヤークトパンターだから、確かロックオン AT はなかったよな。ロックオン AT はね、30ミリと70ミリと、うん、まあ、どの道、どの武装もかすった瞬間に来るのかなんで、まあ、ほぼ俺らは死ぬでしょうね、みたいな。ちなみに私は CP1 付近 の, どっか隠れられるところからずっと状況の中継しますんで、お願いしよう。じゃよろしく。はい、登場。はい、どれに乗るんだっけ、それで。レッドが前2両。あ、なるほど。ブルーが後ろに2両。それしっかり違うところに逃げる。ブルーは基本的に逃げる方向は目安なんだ。自分とパルサー様じゃ3両目で、はい、ミネットさんとマロンさんは4両目でいきましょうか。まあ、建物まばらだけど、はい、まあ、任せる。はい、じゃあポルスカさんにもバックパックに AT が入ってたな。AT さ、バックパックさ、車の中に入れとかない？基本的に分乗し OP2 で、移動を寄せ移動予定なので途中で降ろしてもらいます。どうぞ。よし、まず構えられる。じゃあボロスガさん、 AT のバックパック車に入れる気ない？準備よし。そう、バックパック、いや、バックパックだけ入れるときはいい。でもしこの車放棄するときは、そのバックパックをパッとこう背負っていけるようにすればいい。ただ、俺が弾打ち尽くしたときにザポルスカさんが弾を車にいてくれって運転しながら無理でしょ。だからデフォルトで車の中に、あ、わかった。あ、俺の声聞こえない？あ、マジ？あ、インターコンか。あまあいいや、ちょっと待って。あ、単位できないな。そう、だからザポルスカさん、 AT じゃない、バックパックを車の中に入れてくれると大変助かる。やりやすいはずだ。だから爆散する直前でバックパックだけパッと背負って逃げるんだよ。じゃあ俺が AT 欲しいって言ったら運転中に弾車の中に入れてくれる？本当に？そっちの方が大変だと思うんだけどな。はい、わかったわ。下から引っぺがしてもらった方が。まあそういうのはいいけど。とりあえず俺はバックパックに入るのを含めて3発ある。 AT が3発打ち終わったら弾要求するからな。いや、2発打ったら、2発打ったらね。まあいいや。お、これが代理戦争ちゃんですか。歩兵と言いつつほぼ車両部隊で。あー、怖えー。0、指揮
艦エアラインについては OP1 の付近、ここの岩に身を伏せている予定。どうするかね、スコープをつけるか、スコープを外した方が意外と狙いやすかったりするな。監視を行う予定。どっちがいいかな。スコープ外そう。ゼロから始めてるとまた聞こえないのかな。スコープを AT 外してみるわ、とりあえず。こっちの方が狙いやすいかもしれん。絶望へ向かってるはずなのに楽しいな。なんかもうやってることまんま、あーうち。大丈夫大丈夫。まんまヘイローなんだよ。ロケットね、マングース、バギーに乗ってロケットランチャーぶっ放すって。いやー、こんなこと普段のコープじゃやらないな。そもそも PVP をやらないっていう。PVP そう。めったにやらないけど。PVP ってこのゲーム基本バランス崩壊しかねるんだよな。いやでも過去やったやつは割といい感じだったけどな。2度目に乗ってます。まあでも結構下準備がいるというか、きっちり作らないと難しいけど。うん、了解。ゼロより各隊、各隊配置付き次第報告。第2分隊へ、2台は縦列駐車場で横に並べる形で4台行けると思いますので、試みてください。どうぞ。通了解、頑張ります。もしかしてここ？いや、違うな。あ、ここなんだ。両目の車両です。リオリオさん落としました。そちらに合流します。了解。あと今、ドア開けるわ。全然土地感がないっていうか、こんなもんか。ちょっとドライバー以外全員降りて、でドライバーちょっと危険かもしれないけど頑張って。ちょっと待って。あ、ドライバー見える？コマンドより 2IC どうぞ。こちら 2IC よくね。レディオチェック感度良好です。まあ、6でこのまま相手ってどっからスタートするんだっけな。2IC とコマンドそれぞれ1人ずつ展開なので、数分おきに手順連絡何もなかったら指示があるまでスタート地点で待機すること。なるほど。こちら正しい了解な OP2 到着しました。まっすぐ了解。コマンドに関しても OP1 到着したこと。4台入るから横に2台並べてね。じゃああとは私は他の OP をちょっと探してくるんで。さてさて、 OP かオブザベーションポイントね。第2分隊です。そう、バックアップで何個かオブザベーション、監視ポイントを作っとかないと。1個の場所バレても。はい、全然問題ありません。どうぞ。0002です。現在、駐車中ですが出戻っております。了解です。頭触れないとバックしにくいよね。トラックアイルを使ってると何とも思わないけどバックしにくいと思うんで、まあ、事故なくお願いします。頑張れ。車庫入れが終わったら、ガンナーの手待機しといてください。いい感じだぞ。うまいうまい。ゼロワンへ、申し訳ない、車両の一つ。おらいおらい。あ、ストップ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 。そうそうそう。そこで止まろう。オッケー、いいよ。もうちょい待ってね。BP3 の、一番イーストまだいいよ。まだまだまだ。もうちょっとで止め終わるから、そしたら入ろう。もう大丈夫ですかね。うん、よし、オッケー。そう、いいよ、入っていいよ。おらーい。ちょっと今、うまいよ、うまいよ。南の建物に、あ、もうこんなもんでいいよ。どうせパッと出るんだから。車両車庫入れ終わったら教えてください。余裕でもう一台入るけど。うん、これね、ここの車両、まあ、行けなくないか。扉閉める。車庫入れ終わり。扉を閉めろ。了解、前の扉閉めて待機してください。了解。ああ、さて、どの車か覚えてないけど、まあどれでもいいか。扉開ける人を誰か一人選出して、ゼロ2、準備をし、了解、待機させておいてね。一番奥の車両。そうね。ドライバー、いや、ドライバーがやるより、うん、ガンナガンナ。いいです、準備よし。ん？ 2 と3入れ替わるか。よし、じゃあ俺これでいいな。ガンナーとして乗るわ。はーい。あ、絶対乗るの俺。はい。で、3、多分コールサインさっきから2って言ってるような気がしますので、メキス3です。てました。3です。よし、乗ったぞ。はい、ブルー全員乗っといて、乗っといて。ゼロワン。降りちゃダメだぞ。ここで出発行ったらすぐ行かなきゃいけないんだから。間もなく準備完了。1分ください。は
はい、了解。無線音量下げよう。わからなくならないように登場会の門書いておこう。どうしようかな、俺が無線手みたいな役割したいんだけどな。通全員やってないと思いますけど、倉庫の、うん、そのつもりでやってる。外を見ないように サーマルあるんで、ま、なんならザポルスカさん無線切って俺がスピーカーにしようか。ちょっとそしたらゼロからの無線はアディショナル切っとく。あ、わかった。まあ、ゼロから無線に直接答え子はないだろうが、俺は聞いてるよ。まあ、うちらは 3IC だから。おい、左のドライバーどこいるんだ？レッドとブルーのリーダーの人、共通キーといてください。ドライバーは別に、あ、そうなのか。じゃあまあ、何かの表まあ1両ぐらい遅れても、なんとかなるか。00からの直接の命令を共通で聞いて行動してください。00より01、1分経ちましたが、起きやそうですか、どうぞ。に垂らしてんだ、グリスが。1両ぐらいいなくても、バレへんか。ブラブラしてる。ああ、来るぞ。さあ、来い。01レディ、了解。やっぱ俺、ペリスコープ持ってこう。なんかに使うかもしれん。いや、ハンドガンをバックパックに詰めて、ペリスコープ。あれ？あ、そっか。車両内のペリスコープ意味ないんだった。クソ。わざわざ持ってくればよかった。まあいいや。あ、そうなんだ。俺が座席を00に達する各隊、なるほど、見えるけど対戦車線と要因って時点で向こうから丸見えだ。いや、車両降りた後で何か使うかと思ったけど、まあいいや、もう持ってきやすいだけどしゃあないや。まあないとは思うけど、ちゃんと装填されてるか確認しといてね。大丈夫、人が入ってる、完璧。さあ来い、装填されてます。おー、来るぞ、行くぞー。スタート、スタート。まあ、突撃命令がまだ来てないよな。命令が来てからか。コマンドより2IC、うん、走りながら AT がない。ウエスト警戒でお願いします、どうぞ。ゼロインをどうするかね。待って、予定光線距離を考えよう。とりあえず200で。うん、200ぐらいがいいかな。いやー、うん、まあ200にしよう。200で頭でやれば大体当たるんじゃない。そう、でかいくしね。落ちても当たるかな。今回のミッションはね、歩兵対ガングリフォンっていう、ガングリフォンっていうロボットがあって、友人操作の。で、相手ガングリフォン3機体、俺たちゲリラで。で、ゲリラが俺たちで、それでまあ、なんだっけ。そう、ゲリラがこうやってこう、俺たち以外にもいるんだけど、何人くらいいたっけ。こんだけゲリラがいて、それで一気に破壊するっていう。で、ガングリフォン側のロボットは、ここに、この工場にある、補給トラックを防衛してるから、ガングリフォン結構機動力いいんだよ。ジャンプでピョンって飛んだり、30ミリの機関砲ミニガンみたいに連射できたりするんだけど、こいつらがあんまり変なとこ行ってると、その間に俺たちがここ行って、補給トラックの破壊も可能になる。だから向こうも、あんまり下手に動き回れない。ただ相手はサーマル持ってるから、索敵能力はそれなりに高いぞ。もしなんか、俺たちはそんなジャベリンとか、そんな高級なやつはないから。教えてください。大体の方位も。ロックオンして。ロックオンできない M 誘導兵器だ。そっか、これガンナーあれだ。正面だけだ。うん、後ろ向けねえ。向けよなって思うんだけど。スピンターンしないといけない。そうね。よし、コンパス常時出しとこう。あ、常時出すと邪魔だわ。やめよう。うん、正面から行くと、いや、無理だって。数打って当てるレベルだよ、こんなもん。外すに決まってんじゃねえか。打つときは、昔の戦車みたいに停止するから。いやー、いいよ、停止しなくても。たくさん。駆逐戦車だと思えば、走行のない駆逐戦車、マメタンクみたいな。たくさん AT あるし、まあどうだろうな。まあいいや。いやでも、もうこれ。1車両につき8発しかないから。まあそうだけどね。ガングリフォンでもそこまで硬いやつでもなかったはず。ああ、試してないな。何発打壊れんだろう。まあいいや。めちゃめちゃ硬かった覚えはね。
や意外と2、3発集中的に食らえば。あとはさ、ガングリフォンのまたしさをピューンって問いながら下からボーンって嘘が超かっけえけど自分たちが爆食らうよ。いいね、そのコメントいいけど、その方が早いな。もう相手の30秒とかキキキキンって話して、そうライデンで行くしかない。まだ銃声が全く聞こえねえな、怖えな。敵の、ガングリフォンによっては2、現在死にしているのが2両方、1によっては非常に遠い、ネガレス、レイの北側、4、3コーチ。いやー、まあ、3両だけでもパッと出られるのいいんじゃない ?1 両遅れても大丈夫だよ。むしろ遅れた方がなんかありがたいことがあるかもしれん。4両必ず一緒に出る必要もないよ。今、ガングリフォンは、エリアワルファの3機砲隊を組んで、43コーチってどれだ。多分今エリアアルファよりも、まあ43コーチに敵が展開してやってるみたいです。43コーチだいぶ遠い。それはでも警戒するよな、うん、やっぱり。メニスの有効射程出しとくの忘れてました。現状相手動いてますか。一気に撃って出は来ないか。敵はジャンプ等を繰り返して偵察に徹しているようです。ジャンプしてんのか。観測にとどめよう、どうぞ。じゃできればね。了解。なんかね、ガングリフォンはバニーホップして偵察してるんだってさ。バニホバニホ。バニーホップは動きが激しすぎて見えない。ジャンプだよな。来なさそうなので、もう少しお待ちください。よし、ちょっとタバコ吸ってこよう。いいけど、ちゃんと持ってこいよ。大丈夫大丈夫。同じ部屋だから。中隊より防元いコマンドより防御してる隊員含めて行くなら今時の気がする。どうなんだろうな。なんとも言えば両方に詰めてくることも一問ずつで計二問。液体中央最悪もうここで待つわ。他対空のミサイルポットが向かって右側に1機で左側に、ダガーのような70ミリの誘導型のロケットポットが1機あります。誘導できたっけ。通常ですが30ミリバルカンが A 点の機種にあるアベンジャーぐらいの連射力で撃ってくるのでバレたらおそらく生きては帰れませんので、バレないことを、念頭に最初は動いてください。バレてからは引っかき回そう。以上コマンドアウト。バレたらもう自制の句でも読むしかねえな。いい怖いね。第3分隊情報更新します。うん、1機が、このエリアアルファより奥の町に侵入。現在アルファより奥の町か。なるほど。エリアアルファ侵入までは少し時間の余裕がありそうです。了解。そこまで行ったのか。現在侵入できているのは2機、1機は完全にロスト。意外と俺らこのまま補給トラックまで一気に行ってもいけるんじゃね。このエリア半分より北内1、半分より南内2とします。もう来てるぞ。今エリアアルファよりさらに北側の町に行ってるって。でも一機が、うん、ただまあ一機だけだろうし他はどうなってるかちょっと完璧にはわからんが、まあそこにも行くよな。まだってことは俺たちの場所はバレてないんだ。思ったよりバレねえもんだな。さすがだなエアラインさん。事前偵察ってやっぱ大事、うん、よくここまでうまく場所を決めたもんだ。もっと手っ取り早く構成になるかと思ったんだが意外と粘るな。ゼロより最初の動きですが高速移動せずに微速で動いているような形でしょうか。どうぞ。そうね、その通り。歩きにて1機が4、3コーチから偵察、もう1機が歩きで街中の制圧をしているようです。コマンド了解。山の上から飛べばものすごい跳躍力になるから。敵はまだ歩きでエリア1の手前の街の中をしらみつぶしに偵察してるみたいな。エリア1の手前って、あ、エリア1の手前の街を今偵察してるって。ね、あれネガレスのことどれだ。エリア1の手前って、まあいいや。あーノースウェスト側か。よかったよかった。海岸てっきり BP1 近くがだいぶやれてるのかと思った。0から3へ。ないはまだ入っていなさげですか。どうぞ。なんかマイクに
現時点では、うち2機はその通り、もう1機に関しては不明です。あ、もう3機とも向こうまで行ったんだ。これチャンスだぞ。これチャンスじゃないの。 BP3 と俺たちで速攻かけて補給トラックの工場まで行けば行けるぞ、意外と。敵の動き少し緩やかですので、3機とももう内通入って、そう、内通に入りかけてるって。マル39175、マル39175、内湾のとこですけど、このグリッドの中にも同じ建物がありまして、ここから完全に背後を取った。でも、ここで急ぐわけにいかない。エアラインさんに任せよ。どちらが良かったですか？もう遅いので雑談ですけど。10分経ってこれなら、攻撃しようか。まあ正直、行くなら後ろから攻撃したかったですけど、時間切れで勝てるかもしれない。まあなんか、敵の動き的に俺たち内通に突っ込ませて暴れ回って間に BP3 のチームが行ってもらうか、セータも一気に向かうか。発砲調子、発砲対象どちらか。適当に撃っただけかもしれんな。発砲対象不明、ただし内湾と内通の間にいる機体が発砲、可能性はある。いそうな。コマンド了解。アプリ出したのかな。岩場に撃ってるのかもしれない。そっちは誰もいねえんだよな。そっちは誰もいねえんだよな。なお、ロストした一機に関しては、最後に確認した方向が山側なので、山から高台を取る可能性あり。うちらも怖いけど、確認は取れてないです。思ったより見つからないもんだね。おそらく内通の東方向、内通の中央にある尾根の峰ところにいるんだよね。そう、PVP ってね、それなんだよ。なかなか。3から見て、はいどうぞ。ジーズ、普段のコープはいかにぬるま湯かってのがよくわかる、PVP やると。3から見て、350度方向で これの裏も震えてるやん。もうラ、グリースガン君も震えてる。グリースガン君も震えてる。なんか敵はエリア1の手前って、何かわからないけど、発砲したらしいです。ただまだまだ移動は呪いらしくてエリア1にも入ってきてません。どうするんだろうな、エアラインさん。内湾まで行ったらさすがに行くかな。内湾、いや、内湾までもしあの3機が行ったらかなりチャンスだと思うんだけど。内湾、ん、もう行ってるんじゃない。いや、あ、もう行ってんのか。いや、内通に行ってるってのは話聞いたけど、どうなんだろう。道路上敵情報更新、あ、ロスト1対1ではまだ見えません。もう2両に関しては1機がない、1機がないワンです。あ、すでに1機がない、1機だけないワンに行ってるって。ない、あ、ようやくないワンか。うん。おっせえな。いやでもこの多分内通のこの岩場あたりをニューゾーンにしてるって向こう読んでるかもしれない。それこそ43コーチのこの岩場とかもいるかもって思ったのかもしれない。相手は白いザクです。ゼロ了解。どうぞ。コマンドより各隊、敵かなり慎重に歩みを進めております。この先、交戦が始まり次第、ブレイクブレイク、3機目を発見、1、人2、4、一番高い山。以上。人2、4。一蓋4、124コーチ上に3機目発見了解、それが一番手前からどうぞ。その通り、他に関しては内通中央境界付近に展開中。一蓋4コーチのこと、境界付近に2機了解。これことか。敵情報、あれ俺勘違いしてる。こっちあれ俺らのスタート地点ってどれだ。敵のガングリフ3の ATGM が攻撃予定だそうです。あ、俺らのスタート地点ここか。あれあれ俺らのスタート地点ここだっけ。まだだいぶ先です。了解しました。内通の中の尾根の方で、あ、やべえ、俺スタート地点勘違いしたかも。俺たちここスタートで、ここスタートでここら辺に展開して、俺らが目指すのここか。やべ、勘違いしてた。俺てっきりここら辺からスタートして、俺もうこんなとこまで来て、でここにあれがいいのかと思った、目標があるのかと思った。やべ、すげえ勘違いしてた。あかんな、これ恥ずかしいな。俺だからさ、こんなとこに敵いるんだったらもうこれビューンっていけるじゃねえかってサッカー言ってたんだけど、そういうことか。
アイスコンバットセブン、どうもありがとう。そうか、ここにいるのか。だったら確かにこんないけるわけねえよな。なんだよ。エンジン切っといて、各社現在は。エンジンオフ。了解。あ、ジェットの音聞こえる。了解。聞こえるぞ。結構直近ですよ。KT 一二四の。まだ大丈夫だ、バレないって。静かにしてよ。から降りて窓から離れて、サーマルを取り、拾われないように注意して。天窓があれなんだよな。降りる？ちょ天窓隠れる？日向出るのやめよう。この太陽の部分に行かないようにするんだ。でも車両のそばには行こう。壁沿いに張り付け。勘弁してくれ。大丈夫。まあ多少空いてるけど、さすがにわからん。なお、それで飛び出したら、うちらは蜂の巣になります。まあ、ATGM で注意引いてくれるでしょう。飛び出やべえ、俺、スタート地点。間違えたわ、恥ずかしい。今ならいけるだろう、みたいな。そんなことばっか言ってたけど、超逆だった。最新コマンド了解。絶対大本命だよ。こんな野郎、来やがれってんだ。スコープ外したからもう完璧。はい、了解。あとエリアアルファマジでタン付近にもガングリフォン行ってくる。ああアルファベストタン行ってるよ。これ絶対 BP1 に打ってんじゃねえ。ああ3です。うん、打つ前に敵にバレた。あワンファイアチームおそらく消滅。なんとどうだレモニアさんの際か。マジか。そう熱源見られた終わりだ。絶対誰か顔出したでしょこれ。いやーまあそうね、顔出したら負けるな。ただまあまだワンファイアチームしかやれてないっていうのは思ったより被害は少ないな。サウスウェストと KT124 の行きつつですね。了解。もう無線越しの情報だけでこう戦局を推理するのも面白いな。ここにいる味方がさっきやられたんだ。ここら辺にいる味方が。この先敵はとなるべく光線を控えて誘引するように移行せよ。どうぞ。了解。現在偵察活動すべて中断して、あと15分だぞ。はい了解。残存問数だけ把握できたらちょっと後で教えてください。どうぞ。これ時間切れた俺たちの向けなんだよな今。エリアはあれそうなんだっけ。2機かな侵入してるそうです。エリアアルファ負けか。これでしょうか。エリアアルファのサウス側に移動。わーこれ完全に BP1 アルファのナンタニッキー移動。了解。ってことはこっちは全く見てないとか、こんな端っこの倉庫に潜伏してるとか思わないだろう。まあねー、まあどうだろう。上半身を隠して、いやちょっとどういう建物の種類があるのかっていうのは。最終コマンド了解。そうてかこれだけでよく倉庫って分かったよな。俺全然知らなかったもん。よし取るわ。もう相当念入りに調べたらさすがガチ勢やわ。そちらで補足済み了解。おいここにミサイル降ってきたらここにいる全員が死ぬんだぞ。分かってるよな。124のガングリフォンならこの隙間はその位置に留まって。ヴァンファイアチームじゃすまねえぞ。第二分隊のいる場所からエリアアルファのサウス側のガングリフォン撃てると思いますか。どうでしょう。バレソさんそこ太陽の光が当たってる。そこだとサーマルから狙えるかもよ。全身を晒して。まあでもまあ角度変えてもサーマル狙えるか。どの道そうだよな。うん、あまり意味がないな。太陽に当たっても。了解。もっと近づくまでは待機します。そう。ないですか。泥何泥か。車の下に潜る。あこれ意外といけるぞ。でもあんま一人しか入れないわこれ。車の下悪くないよ。悪くない。これ割と完璧だよね。乗れるっていうね。本当だね。これ結構退屈だけど乗れるよ。狭いけどね、足が見えてる。うん。これいざって時は車の下入ろう。みんな何とかなる。怖いよ。ブレイク。ゼロワン。ゼロワン。何 ?DT3 のやつがバレたか。その操作が収まり次第
俺たち死んだふりをしろ、生きてるもの以後死んだふりしろ、死んだふり、あーそう、いやそう BT3 だ、ワンは行ったの BT3 だ、あーそこアンブッシュ組だからどうしようもねえ、死んだふりするしかないよ、今死んだふりしようって言ってる、コマンド目視で確認、ちょ捨てろ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 、車の性格やろ、マント2こちらも撃たれております、01敵からの放射は収まりました、大丈夫、適当に撃ってるだけだ、安心しろ、ただの牽制だと思います、あー次は榴弾が飛んでくるんだ、もうおしまいだ、優しい BP1 にガングリフォンさらに一気接近、非常に近いと思われます、そう今回ガングリフォンとね俺たちゲリラの PVP だよこれ、ガングリフォン側もプレイヤーが乗ってんだ、こちら2で2の潜伏していた建物を敵車、ガングリフォンに攻撃された模様、使用武装不明、隊員は数生存あり、生存ありというかみんな生きてるよ、全員健在、何で撃たれた、機銃か、機銃だね、貫通によって建物に対しての走車ですね、貫通したね、でも被害者物体 BP-1 接近しているという車両音調で通過させます、了解、通過後状況見て射撃可能であれば射撃せよ、ブレイク、 BPC のやつら生きてるかな、エリアブラボー、エリアブラボー内で、直接、うん、第2分隊に接近するガングリフォン1確認、あこっちに接近するガングリフォンが1確認だって、確認できれば射撃願いたい、ブレイク、そっちに接近してるんだってさっき、ちょっとね、確認できたら発砲と言われて、うん、スリーゲンか、こちらの位置と第二分隊のチェックポイントの間に一両あり、うん、そうこっから交戦はないな、もう行くんだったら車に乗ってピュンって行くしかね、あー来てる音がする、もうスリーへもし試行可能であれば対応願う、BP1 のガングリフォンジャンプ、大丈夫まだバレてない、榴弾ロケットボタンが飛んでこないってことはまだバレてないんだ、この調子で行こう、バレたらマジで終わりだぞ、あそう壁際の報復気をつけろよ、足出てくる外に出るから、マジ気をつけろよ、壁際貫通するから、そうアーマーの世界ちょっと違うんだよ現実の世界とパラレルワードだから、確認、裏口なかったですかね、徒歩で出れませんか、どうぞ、攻撃していいんですか、全員攻撃よい、何124コーチの確認する、乗り込め、124コーチのガングリフォンも降りて、降りよ、え降りよっつった、飛び出しても良い、徒歩での攻撃許可します、裏口から建物から出ろ、直近のガングリフォン攻撃、今建物の出入り口正面にいる、2の近くのガングリフォン、どこだ、どうだ、まずい、逃げろ、許してください、許してくれ、ピアダン死にたくない、死にたくないよ、アラーアクバール、アラーアクバール、あー死にたくない、あーバレたな今のは、ポケモンした、あーここにいたのか、すげー直近じゃん、フォレストさん生きてる、フォレストさんこれ生きてんじゃね、生きてるぞ、いけるぞフォレスト、パタコさんが殺された、いけるけど多分動けないな、ひどい、パタコさん、いや普通にあそこにいたんだみたいな、もう第一分隊の残りもうあれこれフォレストさん、あフォレ、あパパのさん起きたの、あフォレストさんがパパのさん死んでふりしてる、これもあと1分隊で頑張るしかねえ、ワルトさん抜けてないよな、大丈夫だよ、1分隊が攻撃開始です、死んだふり死んだふりって死んだふりか、死んだふりなら銃しまった方がいいぞ、パパのさん生きてんじゃん、あっ遠かった、お当たった、あ当てた、おおお、エリサッターメディス、当てるグッサフですね、グッサフ、あジャンプした、こいつ勝てえな思ったより、フォレストさんが多分これいけるんじゃない、ケツ取れんじゃないの、いやなんか死んだふりしてる、あ着地取りしようとしてる、正直位置がよく分かってないんだろうな、俺も近くにいるとは聞いたけどあんまり分かってない、あー撃たれてる、あなんだこれ、もうダメ、ね、蹂躙されている死んじゃー、あでも当たったぞ、何人体が、ああ死んだ、蹂躙だ、あーじゃないですか、ここが BP3 か、うわー容赦などない、
悲しいなてか、なんで佐藤さんとこバレたの？動いてなかったんだよね。いやもうね、建物をね、見られたんだよね。窓越しに車両が入ってんのが見えちゃってたらしくて。あ、これはえ、そうなの？エンジン切って歩兵降りろって言ってたんだけど、もう多分肉眼で見られて建物ごと目つけられた感じだね。うわあ。いや、で第二分点のシーン。そうなのか。でもソラインには全然撃ってこなかったけどな。ちょっとしか撃ってこなかった。これね、あの第二分隊の人ね、なんかあの車が前に来た時、なんか銃がね、ドアからね、突き出して見えたんですよね、一瞬。はあ、やっぱりなんじゃそりゃ。ドアの近くにいたでしょ。いや、わかんない。基本近くにいて。ドアから離れろって言ってたんだけど。いや、ドアは一応あれだな、開けるときに、あの、開けるときパッと開けられるように2人ぐらい駐在してた。その人にね、銃がガーランドの銃が飛び出てる。すごい。あ、点滅した？あーあーいやー、すげえ面白かったこれはな。厳しいね、これは。相手のバンクさんに何発ぐらい当てられたんですかね。4、5発？グスタフ含めて4、5発だろうな。硬いの？硬いんですか？やっぱり硬い。仮に当ててもメティスじゃないと倒せないかもしれない。4、5発当ててやっと倒す。もう一個の方のハイブックは結構柔らかい印象があったんですけど、まあメティスケツに当てればバーニアぶっ壊せるかも。いやー、結局車に乗って動き回れなかったな。お疲れ様でした。残念ながら人類は人型決戦兵器ガングリフォンの前に歯が立ちませんでした。歯が立ってるんだよな。というところでガングリフォンの勝利でーす。おめでとうございます。おめでとうございます。上から見てたんですけど、いい具合にガングリフォンが分散してて、お互いにお互いをカバーできてましたね。はい、という戦いでした。皆さんお疲れ様でした。で、引き続き2戦目いきたいと思います。どうしようかな。なんか休憩欲しい方っています？あ、質問です。はい、どうぞ。ガングリフォン3機しかないからな。あ、いいっすよ、全然。あ、はい、ちょっと狙ってみるか。じゃあ2戦目いきたいと思います。2戦目終わって1回やってみよう。うまくいくか分からんけど。2戦目ですけども、指揮官ツナカンさん。1つしかないからね。あれを見るとなかなか厳しいものがあると思いますけど。はい。編成はさっきと同様、1、2、3分隊変わらずです。人類はね。で、です。はい。じゃあみんな入って、計算しますか。待ってって方いますか？大丈夫かな？ディアサインします。ディアサイン、あ、ごめん、マーシャルは、ごめんね、ごめん、ごめん、ま、マーシャル1個開けといてね。マーシャルは1番目開けといてね。審判よろしくね。いきます、ディアサイン。早い、さすがだ。さすがに早かったな。はい、じゃあ振り分けていきましょう。ドベンさん、ツアイシーお願いします。うん、エアさんかドベンさん、ツアイシー行ってもらおうかな。ドベンさん、ドベンさんが行ってくれてます。じゃあエアさん1分隊長お願いします。はい、さあ、トーポリー3分隊ありがとう。リオリオさんチームリーダーありがとうございます。はい、すんなり決まりましたね。田中さん、これでよろしいでしょうか？ガングリフォンなんて怖くない、これで行こう。よっしゃぶっ殺してやる。頑張るぞ。あれ、車の下に入ったけどどうしようもなかったな。始まる前にワームさんに火力で蹂躙してくださいって言われてたんですよ。はい、というところで次のフィールド読み込まれた方はコンティニューをしておいてください。OK ですかね。はい、次のフィールド、アルティストセーブ、こちらのスタジアムを含めた平地になります。このエリアにそれぞれ補給トラックが隠されているので、この中からガングリフォンは補給トラックを探して破壊してください。ルールは先ほどと同様です。パーセナルもなし、装備も変わりません。
今回スタート地点が3つあるわ。各サイドチャンネルで詰め切りながらブリーフィング聞こう。ガングリフォンリーダーは誰でしたっけ？我らが今年期間です。詰め切りの音意外とでかいな。期待しております。何の音かと思った。じゃあ記入終わったら教えてください。無線をサイドで書けばいいんですか？そう、確かにそう聞こえなくもないか。よし、これでこれで実砲装填した後のカッチャンって音まで再現した。まあこのカッチャンはあのガスガンのハンドガンの方だけど。人歩兵側、さっきと同様、工場です。じゃあもう一マガジン詰めとこう。ガングリフォンは南の町から上がってくる形になります。紫ポイントはあの審判いるんで撃たないでください。あ、ワムさん、はい。今回もゲリラ側なんで全部守らないといけない感じですか？どれか一つでも生き残ってれば OK です。了解、はい、しました。あ、俺らが防衛なんだ。ミッション失敗。防衛なんだ俺ら今回。へえ、守るのあれ相手に無理だよ。中さんも OK でしょうか？ OK。 よし、でしょ。とにかく人類をひき肉にすれば。死にたくないよ。殺さないで。はい、と言っております。オタクアイデアなら頑張りましょう。命乞いすれば助かるかもしれない。いや、あの溶け方は最高でしたね。あれ何が起こったんですか？いや、見えたんだよ。外から見えた。いや、でも、いや、もう、あれでしょ。あの、当てつけてたでしょ。だってもう、あの、近づいてた。建物の中にいるだろうな、みたいな。いや、あの、レーダーに映ってたんですよね。マジ？レーダーに映ってたの？え、そうなの？あー、そういうことか。そういうことか。確かにそれはあかんな。白い倉庫の中に隠れてた人たちですよね。1個分隊ぐらい。そうそうそう、全員隠れた。あそこに、あの分隊長以外全員そこに隠れた。分隊長は外出てオブザベーションした。そうそう。あ、見えてたんだ。見えないようにしろって言ったのに。あ、見えてたんだあれ。あかんな。ちゃんと隠れたつもりだったんだよ。そう、あそこでね、あのタイミングが来たら、あそこで車が一気に4両パーって飛び出して、銃座からこう AT 打ちながらかく乱する作戦だったんだ。でも、そのタイミングをずっと逃してさ、まだまだそのタイミングじゃないとか言ってたら、あの目の前にキャッツが来て、よし、とりあえず出て交戦しようって思ったら、こう、ドカドカドカってなって。いや、でもね、飛び出しても、ね、一人、高台から見たら、その人に通報されて終わりでしたもん。なるほどな。俺もう伏せながら、死にたくない死にたくないって、助けてって言いながら最後の瞬間が。車の下にいれば助かるかなと思ったけど、全然そんなことなかった。やべ、46か。79.5 か。ガチ勢や。2時間勝てた作戦。あの、もう今考え直してる。まあちょっとね、今作り直してる。あ、つながんさん、あれレーダーで車両貫通しますよ。そう、車両がレーダーでバレるという。ではそれはデコイに使えるか。いやー、さすがにもう分かってるか。僕もデコイかなと思ってて。なるほどね。背面見せた瞬間に後ろから撃つのかなって。全然俺はそれ分かんなかった。確かに言われとレーダーあったな。レーダーが4キロと2キロなんで、ほんと直近だとなんかもうレーダーばっかごちゃごちゃしてほとんど見分けつかない。なるほど。レーダーずるいよな。あんなエンジンもカットしてる車両まで分からんて。チートや。今からどうぞ。白い点のある方位にね、ちょうどね、車が隠れられそうな白い。はい、
アルティスの肥料の皆さんこんばんは。肥料確定やめろ。大日本帝国軍がいた。いやーさっきは攻撃するタイミングさえなかったのが辛いな。よし、今回は、で、今回の武装はこれですね。クリス、ボルトアクション。持っていこう。持ってないん？あ、これタブレットや。最初のもパルサーハン、何色がいいですか？黄色と緑にしてみて。じゃあ、ホワイトカラーで。ホワイトカラーで、ゲップマンハンお好きな色どうぞ。見てください。ブルーで了解、じゃあ2班ブルーで、マスコットさん、ミネットさん、NB さんブルーです。ペリスコープがないよ。あそこさん助けて。あそこエアラインさんもいたんですか。ペリスコープこの中にあるよ。ある？ここには私はいなかった。車両のやつって使えるやつだっけ。使えないっていう話を。あのね、双眼鏡枠で、あのペリスコープ、双眼鏡として使えるんだけど、あのペリスコープとしてのあの役割を果たしてないんだよ。要は、この遮蔽に隠れながら上だけ見るっていうやり方になってない。そう。形だけ。まだある？よこせ。ハンドガンはあのベストかバックパックにでも入れて、ペリスコープ持ってきて。あれ、こん中入ってんの？入ってるよ。え、嘘？入ってない。車両の中に。あ、車両の中。このペリスコープはなんかダメだし。よろしくお願いします、NB さんと。これなら草むらに伏せてても、これがあれば周りが見れる。さっき、引いたバッチリだったからな。せめて今回一発で撃たそう、一発撃たずにやられたからさっき。一発もさ、あれ死なないんだよ。そう、俺、空から見たけど死んなかったね。それ僕です。殺したの僕。あなたは何の活躍もする。そうだ、そうだ。叩き潰したの。この野郎、お前ぶっ殺してやる。いやあれはね、ちょっとね、すごい嬉しかったです、ね。絶対あれ怖くて、震えて隠れちゃう。やべえ、こいつ。やべえ、ちょっと、ちょっとやばい、どうしよう、こいつ。どうしようね。何物資もダメだったね。いやもう次から戦争なしでしょ。援護役を倒さないと。援護役から倒さないといけない。あれ悪かったな。めっちゃ楽しいと思ってんてな。屋内から増やしてくる。手腕の意味ないわ。熱源と熱源とね、ブーストの対空されたらね、どこに隠れてても無駄な気がするな、正直。対空も熱源も全部なし。対空はさすがにないとちょっとつまらないよ。操縦する側がつまらんよ。対艦ミサイルかもしくは即興ができる新型 RPG が。選手も弾を減らしてほしいわ。ロケットめちゃめちゃ取れた。かっこいいポーズ取るから。あ、かっこいい。あ、やべえ、なんかつま先立ちになってますよ。あ、かっこいい、かっこいい。かっこいいポーズ。なんか足長くない？足伸びてる。はい、どうも。無理無理。どうもどうも。はい。おはようございます。ザース。おはようございます。じゃあね、今日は我々が勝利する第一歩の日として語り継がれるであろう。イエーイ。新人小隊長の津田監と申します。では作戦をお説明します。まずです、声震えまってます。声プルプルで草。はい、車両なんですけど、まあちょっとね、神のお告げがあって、これを使うと結構やばい気がするですが、それを逆に逆手に取ろうと思います。お第2分隊の車両なんですが、第2分隊は車両に乗って暴れ回るっていうのは やらずに、あえてポイント2、3、4、ここにですね、ちょっと前もって車両置いといてきてください。
ワン、ツー、フォーしかないね。スリーはね、ちょっと、あ、車両全部置いてきたら帰りどうするんだろうと思って、やっぱやめました。うん、ワン、ツー、フォーでいいんですね。ワン、ツー、フォーです。なるほどね。一番です。はい。で、まあ、ツーはちょっと前もって移動して、ワン、ツー、フォーにそれぞれ車両1台ずつ、まあ、微妙に分かる感じに置いておいてください。OK? 演技力が試せるな。うん、そうそう。微妙に分かりそうで分からないような感じで、やっぱ分かる感じに置いておいてください。みたいな。隠してるけど、バレてる。そう。で、2はですね、エリア1で、まあ、ちょっと遮蔽が多少あるので、ここに分散配置でお願いします。固まらなくていいです。で、2の任務はですね、この辺に釣られた敵が、まあ、近距離まで寄ってくるようであれば、これに対して攻撃するっていうのが任務なんですけど、メインの攻撃はメティスチーム、第3部隊ですね。第3も結構ばらけしてもらいます。BP1、3、あ、なんかメティス持ってんな、第3部隊だけか。分散して配置してください。メティスは命中精度はいいけど、当たるまでずっと狙いを定めなきゃいけないから。1箇所、BP3 に2個配置した方がいいかな。はい。うん。で、1は、BP1 の任務は、ポイント1方向、ここのに来た敵の攻撃。ただ、ここの建物の裏とかに隠せば、多分こういう感じで敵が回ってこないと気づかないと思うんで、まあ、多分なんですけど、こう来て、お、車いるやんけ、ここ破壊したろって感じで、バババって撃ってる間に、BP1 で、後ろやってやって、どうかなっていう。後ろも取れんじゃねっていう。はい、うん。で、BP3 からも同じことが多分できると思うんで。はい。BP2 はちょっと遠いし、微妙かな、正面になりそうな気がするんで、まあ、BP2 は、あまり、その時は攻撃しないでください。はい。で、ただ、最初から見てると、多分、一発見つかるんで、攻撃するときは弾出しましょうか。BP1 は楽だね。ここ、くぼんでる、くぼび気味だし、隠れるにはそんなに苦労しないと思います。問題は、BP3 はあからさまに隠れてる。ぽいような感じのコーチなので、ちょっとここら辺とか、まあ、怖いかもしれないけど、ここ若干くぼんでるんで、ここに伏せるってなりして。そうですね、これ多分アンテナタワーだから、これ塀じゃなくて柵ですよね。そうなんですよ。でもまあ、まあでも逆にここに隠れると思う人いないか。もしくはこっちとか、うん、あ、ここだと車体取らないかな。ここにね、行っちゃうとね、ここが邪魔で多分手前が打てないんですよ。この左の BP2 寄りのとことかは、近すぎますかね、BP2 だとちょっと逆に逃げれねえ。了解です。じゃあまあここでいいっすね。BP3 は最悪こっちに逃げられるからさ。ああ、そうですね。あの、くぼちあるんで。スタジアムの補給トラックを諦めるってことか。まあそうだな。BP2 も、北に逃げれば、まあ、まあその後どうしようって感じです。はい、そんな感じで。というわけで、メティスチームは頑張って一発で倒してください。はーい。で、ちょっと今、声が震えてる理由は怖いっていうわけじゃなくて、すごい悩んでるのがですね、ワンの立ち位置なんですよね。正直、正直ですね、エリアワン突破されると思うんですよ。そうですね。うん、だからもう、最後のここのオブジェクトワンを死守する感じにしたいなっていう、かなり暇になる可能性が高い作戦になっちゃうんですけど、まあ、勝ちに行くか、勝ちに行ける、隠れ地をちょっとでも上げるか、みんな華々しく戦って散るか。神々やんね。結局ここに置いてあるトラックって財政さんどこにありました？あれじゃないの？あの我々のサウスイーストの120度あのシマウマみたいなやつ。あ、もうあれ。ここに多分来ないと奴らは破壊できないはずなんで、で今回幸いっすね。南側に多分ここ見渡せるような高地が。まあ、C といえばポイント2のウエスト、まあ、微妙に見えないじゃないかな、ここだと。まあ、多分近づかない限りはやれないと思うので、まあ、近づいてきたところを、まあ、待ち伏せ、この敷地、広い敷地を使って待ち伏せるしかないかなっていう。予想ルートは、まあ、こっちと、そうっすね、こっちかな、こっちから回ってくることはないか。あ、いや、あ、
来るか。そうっすね。とりあえず南とサウスウェストとサウスイーストだけ警戒しておいてください。第一分隊。現状1で。現状1で。で、南と。には登る必要ないです。このじゃあオブジェクトのファクトリーの敷地内からで。もうギリギリまで誘引して。ただこの作戦が取れるのはあくまでもメティス第3分隊が壊滅ないしや行動不能になった時のみ使える方法になります。了解。とりあえずじゃあこのファクトリー敷地内で終焉に当たります。ただちょっとこれについてはかなりみんなのあれが意見がもしこんなの嫌だってのがあればちょっと変えようかと思うんですが、いいっすか。これについては第1分隊どうだ。さっき私に犬死にさせられた隊員たちどうだ。何もせずに死にました。でもあれを楽しかったよ。死ぬ直前が面白かったよ。そう。いや、はい、もう不審になってるねこれね。あと第二分隊のもう一個のもし第三分隊の攻撃がうまくいかずにしれっといきなりオブジェクト方向に抜けられちゃった場合は後方取ってエリア1から攻撃してください。第二分隊。はい、はい、そんな感じです。そしたら質問タイム、その前光線発砲規制なんですけど、発砲に関してはそうっすね、ウェポンズタイトにしようか。はい、無隊長判断に任せます。ただそうだ、黒線引きましたね。ポイント1のサウス側の黒線、多分これ以上南になるとメティスの命中率もだいぶ下がってると思うんで、これより北に来たら撃ちましょう。OK、メティスは先制攻撃でいいですか。メティスは先制攻撃は許可します。ただ、はい、いいところで撃ってくださいね。できれば敵がトラックなりそのおとりの車両に気を取れたれてる間に一機撃破してほしい、はい、もう分隊戦車で4本同時に撃ち込んだんでいいですか。もちろん。はい。まあ、今回分けてるんで、一瞬で全滅ってことは多分ないと思うけど。そうですね。あれ、メティス4問だよね。4問あるんですけど、弾持ちがそうですね。僕に誰か分けてもらえば、なんとかなるかな。ああ、そっか。弾持ちがチームリーダー兼任なのか。そうなんで、一発ずつ僕に入れてもらえれば。そうね。じゃあ、ちょっとそこでうまくやってください。はい、他に、じゃあ、質問タイムです。一般陛下からも、ちょっと悔いのない戦いにしたいので聞きたいんですけど、ないかな。ないんだったら、ちょっと代理部隊急ぎ目で展開開始、車の、送りやってください。頑張ってこい。第一部隊、車使わないので、兵員回収用に1両トラック持ってってもらっていいですよ。エリア1に運ぶようというか。あ、ごめん、第二部隊。第2部隊。第2分隊。トラック。パルサーさん。融合だよ。何すかい。ごめん、言い忘れた。ああ、ちょっと後で。エリア1に、車は止めとかないでね。はい。置くんだったら、パパ4のイーストとか。あ、2AC が最後持ってきます、あれなら。あ、そうっすね。で、ドメさんは、BP2 付近に展開しといてください。はい。私は、どしたら BP2 に向かいます。同盟さんからも直接情報を下ろしてもらっていいんで、こいつで。解散準備、はい、別れ解散。パルサーさんが隠れたと思って、何回か車乗ったり乗ったりしました。まあそんなに頻繁には乗ってないから、最初乗って待ってたんだけど。パンチしなかったりした記憶が。ああ、でも乗ってるやつもいたかもしれない。どうなんだろう。最初はね、すぐパッと出られるように乗って待ってたんだけど、ちょっとそこにいると映えるかもしれないからみんな降りとけって言われて降りたんだ。それか俺は乗ってないけど、もしかしたら他の隊で乗ってやつがいたかもな。レーダーって別に乗ってても乗ってなくても探知しますよ、確か。な気がするけど。ですよね。あとでちょっと。センサーは、探知する、してたと思うな。エンジンをカットしたけど関係ないか。多分あ残念ながら仕様であれエンプティの車両も見えちゃうんですよね。あ、やっぱそうだよね。じゃあなんだろう、消えたりついたりは
食べし。本当にごめんね。展開位置を隠すためにそこに隠して、で周りの森とか徒歩圏内のところに隠れてると思ったんですよ。うん、あれね、楽しかった。無線でこう戦況聞いてどうなってんのかなって想像するのは楽しくて、あと死ぬ10秒前が一番楽しかった。死にたくない死にたくないって言いながら、俺ホークでね、車の下に潜って死にたくないよって言ったけど死んだ。そしたら、まあ誰も気づかなかったからしゃあない。射点トラップのところを散策しますか。今いる場所から東ホイト、西ブルーで、ちょっと敷地内で、射点を取れそうなところを見てきてください。東ホワイト行きます。じゃあホワイト行くか。一応射線、まあ歩きで行くか、歩きじゃない、駆け足で行くか。サウス側が見れる射撃で、でも遠距離戦はしたくないからな。上登りたくないけど、多分登らなきゃ見えないとこもあると思うので。どうしよっかね。屋根とかが縦になって登れそうなとこあったら、この上は正直安直な気がするんだよな。上はジャンプしてみないと一瞬で見つかりますからね。そう。いざって時パッと逃げれる場所がいいから、あの貯水タンクの上も、貯水というかあれもな、はしごで降りなきゃいかんしな。別にさ、高いところとかじゃなくて壁とかコンテナの裏にいればいいと思うんです。うん、まあ単純にそうだよね。そもそもそんな遠距離戦をやる、ああなるほど、あそこの土管も悪くないかもしれないけど、ここの塀のギリギリまで行ってみたいな。どんな感じなんだろう、塀ギリギリか。車を遮蔽にするのは無理かな。あ、これ核戦争にも耐えられそうな洗濯機だ。案外このゴミ捨て場に伏せるのも悪くないかも。ん？何？ただ防御戦闘するにしても、ああこれ階段で登るタイプのやつか。なら上に登るかしないと撃てないよな。うん。つまりとやっぱここは南は見えないな。この階段で登るタイプはどうだろう。あ、この階段なんかちょうど入り口がいい感じだ。こっから登れるから。いや、ちょっと待って。ちょっと登ってどんな感じかだけ見たいわ。あー、なるほど。まあ確かに見通しはいいけど、そうね。この階段から、撃たれたらすぐ階段降りてパーって逃げるぐらいが。でもね、あそこに一人いる分には悪くないと思うんだよ。あれ階段の完全に登りきらずに、登りきらない中途半端場所にいて、で、撃たれたらパーって下がれば、まあ、大丈夫。了解です。あとはどうしようかな。それかあとは地上からか。正直他に地上で本当にあそこのすぐ先行政になってるか、遠くは全然見通せないんだよね。土管の中、まあ土管の中もありだな。そもそも護衛目標はどれなの。護衛目標はあの島馬のトラック、あれ、あれか。ただまああそこが見える場所に陣取っててももう遅いだろうからな。やっぱ来る前にやるべきか。どうせ接近されなきゃ当たらないんだからさ。まあそうなんだけどね。でも俺状況見るために俺あそこの階段の場所言おう。それ以外はあとはこの建物か。あのアパートも悪くはないけど。どうしよう。みんなご希望があったらそこに行って。俺が指示するのもな。え？指示されたい？指示されたいなら俺頑張って指示するけど、この辺でいい？そう？分かった。ここ、まあ。逆にね、ブーストジャンプされたらね、相手から見えなくても普通に見えちゃうからね、高さが必要なんだよね。そうだね。あ、そうだ、AT 結局そうだ。ワンセットで行くしかない。よし、じゃあそっち2人は土管のそばに行くか。俺らどの道ツーマンセルじゃないとまずいからな。もし土管が行けばいいよ。まあ、電ボさん。そっち決めてくれていいか。ルニキ弾持ってんの？ん？弾あるよ、4発。あったわ。なんだ、ここに置いとこうか、バクバク。いや、いいよ。よし。じゃあ、展開準備完了って言っちゃおう。ホワイトチーム、展開完了しました。ちょっとホワイト了解、ホワイトどの辺に展開しました？あ、いい、いいっすよ。ですね、スタンバイ。
分隊って展開完了し次第一報してください。了解、第3分隊現在展開中。これだな。3、OK。ホワイトチーム報告します。あれ、はい、どうぞ。グリッド丸六さんの一六二、丸六さんの一六二の交点あたりと、そっからさらにノースイーストを100メートルほど、100メートルも行ってないか、ノースイーストの方に敷地に行ったところのドラム缶、ドラム缶じゃないや、そこに2マンセルで2チームずつ配置します。はい、ホワイト了解。じゃあ第3分隊 BP3、 あまりにも遮蔽がなさすぎる。 NB さんたちって今どんな感じですか？他の位置選択したい。どうぞ。マジで今サウス側を確認中でちょっと作戦です。壊れてるところから入れて、そのまま AT 打って貼っても了解。現在僕たちマジそんなとこあった？ FP アルファか FP ブラボーっていくのがチャンネルで書いたところ。なるほどな。それも悪くないな。うん、でやっぱ接近されてからかな。ノースイーストですか？のキーパッドノースイースト7から9ぐらい。BP2 に近すぎるためです。どうぞ。了解。なるほど、これが木の実か。ちなみにあの2階のアパートからの景色が知りたいな。ちょっとガラス割っとこうかな。いや、いいか。分隊長、非常にこすい作戦ですけど、一ついいですか？あのアパートの2階とかの窓を全部割っといて、ここすでに味方が他の味方が攻撃したとか、そういう錯乱を相手にさせたいです。あ、いいですよ、やりましょう。じゃあ今から銃発砲します。はい、了解。みんな窓割れ。いやでもこれ結局ここに隠れてないと意味ないか。まあまあいいや、なんか割っちゃおう、楽しいから。あ、反動感かな。楽しいから割っとこうぜ。あんま弾ないからな、全部は割らなくていいよ。いやもうヒビ入れるだけ。そうね、これぐらいにしよう。中途半端にしよう。あと建物の窓もドアも全部開けとこう。敵がいるかもしれないと思わせるんだ。窓じゃない、ドア全部開けるぞ。入退室した隙を、入退室した痕跡を作っとくんだ。よし、こんなもんか。まあやれることはやった。ドアを開けといて。はい、ゼロ、こちらワンです。ワンにてファクトリー内工作活動のため発砲しております。どうぞ。あ、ここのドアは開けなくていいか。ブルー、ブルー、地図上に書いてあるところにいますかね。あれか。少なくともワンバディはいます。もう一バディは、まあ、そんなところだな。はい、そうですね。そのような形で、それに準ずる工作活動を実行中で。NP さんたちはどうですか？決まりました？まあ、むしろ、了解、今、FPA2 と書きました。そうですね。そうする？まあ、ここら辺でいっか。とりあえず第1部隊終わったら、確かにね、屋根大事だね。いや、マジでね。いや俺普通にさ、あの滑空中、禁止っていうのはさ、空中制するのもダメだと思ってたから、まあ、上から見られることはねえなとか思ってたんだけど。ああ、そんなことはないと思うな、俺は。普通に、対空して攻撃してくるからさ、いや、どうやって攻撃するんだよみたいな。対空というか、弧を描くジャンプだよね。ギョーンってこう。フルチームは配置完了しました。完全に空中で止まってたもん。バルサーさんたちは見えてなかった。全然見えてなかった、もう。外ビルだ、外ビルだって。ブースター吹かして普通に、なんだ、高度100メートルくらい静止してるから、動いた瞬間にサマルで見られるし、どうにもできないみたいな状態だった。まあ、審判員が見てたんだったら、それが滑空じゃないのかな。あまり滑空とジャンプの違いよく分かってないのだが。ホワイトとブルー、あえて話したところ配置で、このままでいきます。あのジャンプした後に射程射撃に関しては有効射程500入り次第なので、それぞれ N1 からサウスであればなるほど。建物があるので大体の目安にはなると思いますので、その付近まで来たら攻撃開始でいきましょう。うん、実にいいガラスの割り方だ。
あれであの中に敵がいる、なんか暇つぶしにあそこ割って射点確保したと思うんじゃないかな。あ、そうだ、あそこに70ミリロケット飛んできたら俺ら爆風的にやばくね。まあ死にはしないよ、多分。ギリギリ生き残ればいいんだ。AT 撃つ気力が残ってりゃ何でもいい。そう笑うわ。出血、大量出血で死ぬ前に AT 当てるんだ。こちら第3分隊。でも歩兵隊側はさ、案外あれ、まあ今回これでもいいけど、あの、補給トラックを自由に置いていいとかやってもいいかもしれないね、歩兵側守る場合は。いいっすよ、もう。それでも案外見つけられるんじゃない相手。いやー、でもねー。あれだよね、ジャンプされて見えるとね。あ、すいません、エアさんとかでもいいんでしたっけ。このエリア内に、あ、はい、ワン、準備完了です。ワンにて表示されてる車両2台はエンジンアイドルで適当なとこに顔だけ出して止めてます。最悪さ、ちょっと離れたところからさ、ジャンプしまくってさ、目標だけ見て吹っ飛ばすっていうのできる。そうなんだよね。てか、ジャンプしてここら辺一掃したらもう終わりな気がするんだよな。さすがに審判が止めるだろうけど。うん、やっぱり、近づいてこないからな、それだと。やっぱり自由に置かせる。人間バーの場合は補給トラック自由にやってもよかったと思うんだ。まあ今さだけどベクターあるんだ。まあ使うか知らんが、とりあえずベクター構えとこ。これペリスコープは届かねえよな、当たり前か。ペリスコープが届く遮蔽がありゃいいんだから、なんもないか。まあいいや、味方チームはまだ他は展開してないのか。生きてるよ、まだ始まってないから。0から3どうぞ。3ですどうぞ。一番左下のあのスタジアムのエリアのトラックの場所ってそこから見えたりします？確認します。了解、見えたら教えてください。ついでに2のとこももし見えたら教えてください。右下の方のやつも見えたら教えてください。暗部支柱とかまだ作戦開始前だ、はい、今味方の歩兵隊がどう展開するかをやってる。ちょっと適当にやりすぎたかな。もっと射点確保のためっていう風にやっとけばよかったかな。まあこんな濃すい、こんなしょっぽい、あれなんか一瞬でカンパされるかもしれないが。ゼロでもほんのちょっとでも時間稼ぎにはないかもな。やっぱあれ全部扉が開いてんのはちょっと不自然だな。ちょっと閉めてくる。一箇所だけ開けとくわ。全部開いてるのはさすがに分かりやすいな。こうして、こちら第3分隊 BP2 および3からスタジアム付近確認できます。車にあっては木に隠れて確認できず、どうぞ。よし、やれることやった。これで俺たちの寿命が1秒だけ伸びたぞ。さて、あとはもう楽しみは右耳だけだ。右耳の共通無線。どうかな。どこが一番最初に悲鳴を上げるか。じゃあ、息が近づいてくるまで僕ツイッターするんで。あ、いいよ。どうぞご自由に。さっきの2もそんな感じだったでしょ。いや、ツイッターしなかった。俺マジで共通無線聞くのにずっと集中したわ。どんな状況かなって。ちょっと左にいます。はい、さて、エレンからホワイトへ。ホワイト、うん、俺のタイラー、サウスイースト側のオイルサイド付近いました？あー、はい、そうですね、いましたけど、ほんのちょっとそっから動いちゃいましたけど。あ、了解。さっきガラス割ってた2階建ての建物付近ですかね。あ、そうですね、そこの付近で、そっからサウスイースト側です。あの2階の建物は基本使わないようにします。はい、コピー。声聞こえるぞ。あ、いたわ。うん、こちら第3分隊。これね、なんとかね、分隊長もキットバッグ持ってるんだけど中身は何もない。エリア外そう、何もないっていう。了解、こちらでも確認。まだですな、何も入ってないのである。
ここと、もう二人はどこにいる？もう二人はね、あそこだ。あれ、見なかった。あそこの丸い土管のあたりが安全だっつって、あそこに行ったんだ。ちょっと敵、結構ナメップしてません？え、そうなの？ナメップ、なんだろうな。状況です。今、敵にあってはグリッド。あれだね、ガングリフォンね、ハイマックスの方がね、榴弾の武装が70ミリロケットしかないから、ぶっちゃけ。こっちの方から。048-143。この付近に3両並んで道路上進行中、ブレイク。なるほど。1両、道をそれ、イーストに移動しました。こっちか。基準もオール鉄鋼弾だからね。おそらく、ルートエンバーって書いてる矢印の右側の両線、ここを進行する可能性あり。わざわざこんなのが書くのか。注意せよ。第3了解。ガンダムが出てきたか。スタジアム。たんだけどさ、ガングリフォン別に中の人の人でしょっていうあれ。そう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 なの。人類側とガングリフォンっていうけど、なんか AI が暴走したみたいに言ってるけど、相手も人なんだよな。そうそう。まあ AI の反乱っていう設定にしたいんだったらそれはそれでいいんだけど、そうじゃないよな。ゲリラ対。歩兵隊っていう感じが。あ、窓ガラスって完全に割れるガラスと割れないガラスがあるんだ。いや、適当に雰囲気作りって適当に割っただけ。あ、なるほど。弾がないから全部割れる。まあ弾もない質もそうだし、あれでこう社会を確保してるように見せかけて、あとあそこに扉を一個だけ開け忘れ、あの閉め忘れるっていうと自己属性も出した上で誰もいない。これで俺たちの寿命が5秒だけ伸びますよ、あれを攻撃する間に。敵のガングリフォン、戦闘のやつがずっこけました。だから何中に入ったら意味がない。今立ち上がりました。立てるのか。惜しいですね。そっか、すっころばしか。まあでも。さてやることがなくなった。暇やな。まあ、暇にないことは分かったけど。あっては間もなくスタジアムに接近、スタジアムか、今頃実況席でも売ってるかな。こちら第3分隊2機にあっては確認、最後1機にあってはロスト。この屋根から出ない範囲でトコトコしてよ。相変わらずイーストの両線裏に入ってからこちらからも確認できない。一応まあ見てるんで。了解、2機にあってはノースに移動、ロスト。了解、現在スタジアムのサウスウエスト側に入った模様。おお、ほんのちょっとだけ見える。3、攻撃準備。ビューディスタスウエスト。今飛んでるやつ、ね、了解。壊されたか。まあ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 。撃て。あー遅かったか。逃げれた。車線普通。あ、了解。次のジャンプ狙え。今手前に来てる。着地前に発砲せよ。そうだ、着地してからすぐにまたジャンプはできないから、そのクールタイムを狙う。各員へ、現在スタジアム付近に接近しているガングリフォンに対して第3分隊で間もなく攻撃開始。了解、じゃあちょっと背焼きやめ、次の機会狙いましょう。分隊長ですが、了解。ファクトリーの、スタートマーカーの左側に立っている建物の屋上、機体を2で掲載中です。屋上にいるんだな。現在ガングリフォン、目視したらポイントを流します。ポイント1方向の道を方向ウエストの方向でジェットンを確認。マジで了解、こちらも超シマーダー姿見えない。ちょっと見てこようかな。いいよ。まあ見に行くときは必ず一人ずつだ。さっき言ってくる。二人一気にやられたらシャレにならん。さてさてさて、ガングリフォンはとりあえず今ここにある燃料タッカー破壊されたな、スタジアムの。そうだから、あとはこことここだ。うん、
まあ、ある程度は見えるんだけどね、でも。現在、スタジアムイースト側1両照準中、どうぞ。スタジアムイーストが1両。あ、現在、攻撃できます、攻撃可能。了解。あ、見つかったぞ、隠れろ。あ。撃たれてない隊は攻撃開始。A コーダー、西から東。残った隊は攻撃開始。射点はまだ見えない。マジで怖っ。メティスが攻撃開始。撃ったか、俺の隊が。いや違うな、向こうの隊か。こっち側まだ出れないんだ。現在敵ガングリフォン、谷底とサウス斜面上移動中のものあり。サウス斜面上。一発命中。続けてこちらブレイクワンです。今射撃。まあそろそろ AT 構えといた方がいいんじゃないのか。この両線上に1両ハルダウンで今。厳しいでしょ。今のうちにスコープつけとくか、スコープ外すとか。一応撃破？マジで？本当に？よくやったな。やれるか。攻撃目標200度方向、両線ハルダウン中の敵見えるか。現在ちょっと勝てる気がしてきた。行きたい派。おお、すげえ。こんなんでも士気が上がるもんだな。アファムティブ。了解。210度方向 BP3 からキルレシオが了解。やっぱここが一番落ち着くわ。あ、そう。ツーツー注意、ウエストまだアンラー、ワンラーまだ出てこないよ。ウエスト両線上敵ポイント1のウエスト了解。そちらから200に見える黒煙は敵車両だと思われる。まずい、撃ってきた。ちょっと申し訳ない。あ、俺らの、俺らのデコイが。あ、エアラインさんなんだ。俺らのデコイがやれたんかと思ったよ。目標近いところ。デコイに言ってる、デコイに。怖？あの建物壊された今な、潜伏に逆に有利か？いや、まだ早いな。やべやべ、食らった食らった食らった、俺食らった俺食らった、まずい。あーやべ、やっちまったなー。あー、これマジか。見えてたのかこれ。見えてたね、これね。近かったんだ。やっちまいましたね。そこはどこ？いや、上からじゃない、横からだ。あの微妙な赤外線を透過してきた。切れ目から頭を一瞬出したんすよ。そこをね、多分サーマルで見られた。やっちまったわ。いや、マジか、見えてないと思ったんだけどな。ここ見えるってすごいね。誰にやられた？ミケちゃん、ミケちゃん。マジ？左にいるのミケちゃん。ミケランジェロやるぜ、あいつ。こんなとこかやったの？うえ。ジャンプした時に見てたんか。そう。そうだわ。ビューディスタンスの関係で見えないんだけど私。そうそうそう。俺見えなかった。うわ、こんなとこかでわかるんだ。そっかー、えぐい、えぐい。ディスタンス5000にしろって命令下してたからこれ。なるほど。小田式館どこにいる？小田式館右のね。あー、こっか。この102コーチ。1両やられたからだいぶひよってるな。ね、かまさかやれるとは思わなかった。俺無線で聞いたとき耳を伺った。本当にやれるんだって。しかもミティスチーム死んでないんだ。そう、俺がポカした。やったわ。これ結構勝機あるよまだ。うん、いや時間も多分だいぶ使わされるから。しょぼししましたね我々は。うーん、これはね、申し訳ない。エアラインさんに顔向けていい。どういるエアラインさん。いたわ。いやでもあれだね、鉄鋼弾でよく2人とも持っていったな本当。さすが30ミリ強い。お、あー、高打った。あ、ラインさん、あー、やられた、やられた。いや、ラインさんがこの距離で当たるのか。そう、この距離やばいよね。この距離そう、めっちゃ遠いの。コタ君が倒した。お、ミケちゃんがこれ多分もうそろキルポジション入る。観測されてるからチームに。こんな通る普通だと思われてた。1分隊が徐々に食われてってますね。ちょっと敵のあれを過小評価した。エラインさん、あれ、パルサさん、あ、死にました、ごめんなさい。あのパルサ、サトコペアはサーマルで見つけられてボロボロにされて、塀のね、足元の切れ間をもっと真面目に考えるべきだった。
これもう一個物資どこ？いやまだどうせ遠いからいいかなと思ったんだけど。ここか。ああ、誰か死んだ。あの足元は切れ目が。どこ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 。デプマさん。あのデプマさん班の方が。カントさんが。ああこれはひどい。すげえ。忘れた？生きてないね。あ、死んだ。うえー、あとコタくんだ。嘘、やった、すげえ。誰か、くっそ、やる瞬間見てなかった。くっそ、どうやったんだ。ミス触ったのか。やっぱり奥側に結構配置してる。そうそう、読みは間違ってなかったよ。よく当てたな。いや、読みは間違ってないけど、コタくんが。さあ、もう一番機だけだ。さて、俺が死んだのは申し訳ないです、これは。エースパイロットコタくんが行くぞ、これ。多分蹂躙しに行くよ、ハイモードで。もうこれね、本気モードよ、これ。もう遠慮はいらねえって言っただけだから。でも木で横転するでしょ。エースパイロット、コウタくん行きます。頑張れー。お、アスコントさんか、俺が蜂の巣にしたのは。そうだね。ジェップマンさんも近くいたんだけどね、隠れた。建物の端からチラチラって覗いてるの見えてからね。あの距離でバレるんだね、怖いね。倍率が8倍 ?8 倍ぐらいあるの？え、ミケちゃんあれ何倍？あ、多分もっとあると思う。16ぐらい？16、10以上は確実にあると思うな、あの距離で見えるんだったら。相手の服装とか武器まで判別できるからね。いや、それはやばいっすね。すいません、ミケちゃん、ごめんなさい。足、ごめんなさい。足いるよ。小田君が言った。エライさん、エースパイロットが。先ほどはありがとうございました。いっぱい光って、どなたですか？トイキです。ああ、どうどう。先ほどは楽しく蹂躙させていただきました。いやー、ちょっとね、屋内に車両を置いてセンサーに反応するかどうかを確認するの忘れてましたね。その発想はなかったです。いやね、コータ動き止めるな。さっきガングリフォン側はゲップマンさん、私、エフニクさんだったんですよ。で、全員で話してたんが、エアラインさんの作戦をめちゃくちゃにしたいって3人満場一致してた。鼻をかしてみたい。抜かりましたね。あ、やばい、危ねえ、こけるとこだった。これでもこけても、あのハイモードだったらそのままブースト使えば。めちゃくちゃトラックに近いから、このトラック破壊すれば勝ち、コダ君の。あともう一個ね、ファクトリーにあるんだ。そう、ファクトリーある。これはもうしょうがない。エアさんと爆散してなかった？いや、気づいてない。あ、気づいた。お、気づいてる。今から狙い目だ、チャンスだ、狙い目だ、やれ今やれ。あれ、コダ君。お、来た来た。そう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 、いいぞいいぞ、そういうコータ逃げろ。隙を、そういう隙を狙うんだ。歩いていいのか、おい。いや、反撃するつもりだな。いや、諦めた。飛んだ。これやばいぞ。これ着地の時狙われるやつ。そっか、着地狩りってのがあるんだな。さすがエース。ロケットそっか、もうこっから工場に当たるかどうか分からんけど、やってるんだ。飽和攻撃だ。おお、やばいやばい。いや、これ絶対当たんない。さす、しかしまあそこまで甘い相手じゃねえな。でもこれ丘の上から着地がり来るか。来ない。あ、来た来た来た。おお、惜しい。頑張れ。続いた。つえ、コタくん。つえ、エースパイロット行くぞ。がいいんだなこれ。あんましっちゃがめっきちゃかったら、ドンと着地がいされるからね、まあ難しいところだけど。当てた、うまい。うまいぞ、変さ。よく当てた、今の。振り叩いてるけど。そんな、ヒートシーカー積んでない。あ、この人そっちじゃない、そっちじゃない。やばい、審判団に殺される、これは。審判団に殺される。つかかった。やばい、ガードレール、頑張れ。よく当てたよな、まあ直接。さあ。着地かられるか。そう、それなんだけど。ああ、これやばい。いい角度、いい角度。私の欺瞞工作がすごい活躍してる。え、なんか欺瞞した。欺瞞したの？見てんだこれ。見つけてんだコタくん、これ。私の欺瞞工作が活躍してる。トラックだ、本当だ。うまい、本当だ。コタくん、ナイス、てこい。めっちゃ活躍してる。あれ、本物どこにあるんだ？本物はですね、あのパルサーさんたちがいたところの内側です。ああ、これは。めっちゃ、なるほど。コタ、もうちょいやばい。コタ、ジャンプしろ、もう一回ジャンプしろ。橋が割れる。いいね。違うわ。これやばい。接近してる。ああ、ここか。確かに。やべえぞ。いや、でもこれまずい。これまずい。ああ、まずい。微妙な角度。微妙な角度だ。ああ、当たらんか。当たらんか。
あーまずいぞ。電ボさん、電ボさん、電ボさん構えてる。撃った、電ボさん撃った。しかし外した。今電ボさんがやろうとしてるぞ。関係ないとこ行ってる。歩兵やったけど電ボさんが今やろうとしてるぞ。お、当てた。あーまずい。どうだ、まだ壊れてない、まだ壊れてない。電ボさん当てた。電ボさん今着地狩りした。頑張れ。あーこれ頑張ることだ。いやでももう場所分かっちゃったかな。あー惜しい。敵のエースさすがやな。や着地を狙っても最後の最後に。たくんこれ恐れ多いわ。やめっちゃ撃たれてる。撃て撃て。空中で当てたのに。あー、電ボさん頑張ったんだけどな最後。すげえ、コタくん。コタくん固くない？ 5 発ぐらいだった。これやべえな。か。あらー。あ、やっと壊れた。6発ぐらい当たってる。あ、壊れた。カチカチやん。俺のやつ一発で壊れた。俺も一発。やっぱ一番強制がかかってんだな。ああ。また勝て。はい、お疲れ様でした。大したもんだ。お疲れ様でした。リギーだったら今。ということで、人類側なんと2機破壊で、あと一歩だったんですが、エースパイロットコータの活躍で作戦目標だ。エースパイロットや。コータくんやっぱちょっとおかしい。やっぱね、ロボット乗りはみんなね、若い子が強いんだよ。眼底数に35を破壊する人。はい、というところで、一旦休憩取りましょうか。3分間取ります。1506、最終号お願いします。はい。ガングリフォン怖えな。今のでサーマルの恐ろしさがよくわかった。ごめんね、一番最初に死んじゃって。大丈夫よ。コタくん。何コタバイアスでもついてんの？ついてる。なんかさ、最後飛んだら結構みんな体むき出しだったから AT ぶち負けた。いやー悔しい。惜しかったっすね、そんな感じ。悔しい。いやいいとこまで行った。うん。正解。あれは正解だったのかな。若干メティスが打つのは早くて、うん、命率が上がらなかったって感じです。ちょっとメティス。遠すぎて見てから回避余裕でしたって感じだったんでね。弾がね途中で消えちゃった。なるほど。着地狩り戦法はでも割と悪くないな。あれですね、スタジアムも完全に捨ててもっと手前で撃てばよかったですね。そうですね、うん、まあちょっとね私がビビリだったんで撃たしちゃった。すいません。機動戦相手に三つあんま優先誘導の三つは向いてなかったか。ミツさん持ってたら真後ろが撃ってたねえ。あティスの弾があともうちょっとね。一発目見てから回避されて上空上がってもずーっと追尾し続けてたんだけど下に当たることはなかった。あれ変性期を迎えちゃったから。リニアにこうガングリフォンの位置は分かってたんですか？結構平地でしたよねフィールド。2機は常に見えてたんですけど、1機があの一番イーストが空いたやつ。コタ君が、はいはいはい、やっぱりコタ君か、ね、あれの動きだけが全然読めなくて、エアさんが見つけてくれたんですけど、それまで全然分かんなかったですね。あーやっぱ得意点なんだろう、この子。得意点、シンキュラリティ。東大の、あ、風車見つかったと思うんですけど、あそこに人いたのは見えてました。風車ってどこ？あ、一番見えてはなかったですけど、当初の作戦予定ではあそこに確実にいるだろうっていうのは把握してました、ね。ああ、なるほど。位置は大体読めてたんですよね。大体合ってたね、読んでたの、うん。あれってなんか結構な人数工場いなかった？いたいたいた。まあ一分隊ぐらいだね。最後の防衛ラインって言ってた人たちが一番最初に殺されたんじゃない？いやーなんかまあいるって先に読まえされちゃったから、うん。SSC は全くバレなかったっすね、距離が遠すぎて。なんか、うん、ね、工場にいた人、はい、屋根の屋上いなかった。え、そうなの？なんかちょっと高めな場所いなかった、うん。エアラインさんいたよ。多分エアラインさんだと思うそれ。ひょこって出てきたから。あら。危険を承知で言ってた。まあでも意外とてか2と3が損害なしっていうのは逆にびっくりした。いや3はカニ目が優秀。そうですね、結構あの BP が良かったですね。あのペリスコープですか。うん、地形的に感じだったっすね。
いやー、ワンの里子さんがもうちょい生き残ってたらまであれったかもな。外したのがもうちょっと少なかったら多分倒せてた。外したというか、あのもうちょっと引きつけられてたら、まあ最後の一発であれば勝てたかもしれないですね。知らんけど。よし、見てから返したらお時間です。よし、はい、とりあえず終わりましたかね。ハイマックス狙いでいこう。はい、じゃあ最後いけるとは思えないけど、いきたいと思います。この指揮官はレモニアさんとなってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、編成レモニアさんの配下にも行きたいけどね。です。じゃあ、今読み込みしてる方がいるんで、それ終わったらリアさんにしましょうか。はい、入りたいスロットを見さまためといてください。トイレ行きたいから、はいよ。ガングリフォンクソ楽しいっすよ。いいな。ミンチにするとミンチにするの楽しいですよね。ミンチにするの楽しいっすよ。いや楽しいですね。はい、だいたいいいかな。入れてない人っています？あと一人入れてない人。どなたでしょうね。イリュージョンさんかな。うん、じゃあリアさんにしましょうか。いきます。3、2、1、ポチ。だったか。アシスト AT だ。まあいいや。はい、レモニアさん、指揮官ありがとうございます。一分隊長に、いやドライバーになろ。ドベンさんお願いします。ちょっとお手洗い行ってくるか。一分隊長に、いいフォレストさんお願いしてもいいですか。ありがとうございます。3分隊長、3分隊長は、3分隊長はどうしようかな。3分隊長、玉金さんお願いしていいですか。ありがとうございます。はい、でですね、空いてる人、アクシムが喋れないんでごめんなさい。みそさん、上上がってもらっていいですか、チームリーダー。はい。ごめんなさい、ありがとうございます。アクシム OK、ガングリフォンも埋まりました。審判3人ありがとうございます。各分隊長もありがとうございます。デモニアさん、これでよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、ドルチェグスタで、ミルクティーを入れよう。あー、もう最終戦か、これが。イエイ。もう終わってまうんか。レモニアさんだから完璧な作戦を考えてきてくれたんでしょう。いやうわ、楽しみだな。2時間も考えたんだからな。もうという恐ろしいですね。いや、2は割といいとこまでいけたから大丈夫。だんだん成長してるから。今んとこガングリフォンが日本選手で劣勢ですが、頑張ってください。はい、最後1億点でしょ。あ、今回が一億点。点数制なんだ。はい、じゃあ読み込み終わった人をコンティニューをしてお待ちください。なんだ今回は、補給トラック3台の防衛、3台の破壊。じゃあ俺らまた防衛側か。昭和のクイズ番組かな。はい、大体ですね。最終戦ですが、アルティスト中央部、ラッカとスタブロスの町を含めた、平地での戦いになります。補給トラックは3カ所、北ファクトリーとラッカの町の一部、それとスタブロスの町一部です。はい、狭くない。人類側が緑の旗、ガングリフォン側が赤になります。で、なんでこんな狭いんだろう。若干人の入れ替わりで新しい人が入ってるんで、その人はルールと禁止事項をよく読んでおいてください。じゃあ各指揮官は今のうちに無線をサイドチャンネルで記入お願いします。はい、人間サイド OK です。はい、日本も OK です。はい、ありがとうございます。では最終戦いきたいと思います。最後まで楽しんでいきましょう。ブレイボール。何か人がいると見せかけられるいいあれはないものかな。32。レムニアさんの元気がだんだんなくなっていくのは32。
デモニアさんが2時間も考えた完璧な作戦。いやでも2戦目は割といいとこまで行ってた。もうこの調子でいけばね、勝てる次は。1億点取ろう。1億点取れるよ。32か。トリガー。さあ、あの3本線についていけば生き残れる。あれかっこよかったよ。最後、コタ君大丈夫だった？え、32大丈夫だよ。全然。あんなに打たれてて大丈夫だった？全然。そんな食らってなかったよ。そうだろ？よくします。コタ君、パパンドさん、パンドさん、ウィヒーさん、バスカントさん、ザボズカさん、マノスさん、ツナガさん、ブルーで。お、コタバイアスの。なんて武器持ってやがる。パルサーチームレッドですかね？了解。違うわ。これ違う。何？火つけて IR 向こうか。なるほどな。確かに火でもそれないんだよね、アーマスリー残念ながら。あの、IR に引っかかりにくい服ってのは一応特殊部隊向けの服で確かあったんだけど。あとなんか、当たる瞬間になんかヒュヒュヒュとかなんか変な動きしてどっか飛んでったのが何個もあったように見えたんですけど、あれ何だったんですかね。メティスで。以外だったのが単純に誘導が外れたのかどっちですか。いや本当に当たる寸前ぐらいで、あのヘルファイアの挙動によく似てた。あのあたり当たり判定が結構特殊ないですか。マジカズとなかなか見た目通りの当たり判定がないんで。グリースガンだ今回も。戦誘導中の座標設定がおかしくないですか。なのかな、まあもしかしたらそう見えただけって言うかもしれないけど。これは何？ヨガ、ね、ヨガの方で。チャクラを発散させる。メティスと、まあ、だいぶ面白いだろうけど。何か人間を欺瞞できる方法ないかな、服を置くとか。いや違うな。なんか帽子を窓辺に置いたらいい感じにいけないかな。いや無意味か。いやなんかね、そういうデコイを一つでも多く考えたいんだよ。さっきも考えたんだけどね、射点確保のためにあえて窓を割ったように見せて、この建物には誰もいないとか、ドア開けっぱなしにしとくとか。え、なに？入ってない。まだ入ってない。まだ入ってない。褒めてください。やべえやつだ。やべえやつがいるぞ。イエーイ。いやでもカールグスタフこそだからこそファイアンドポケットじゃねえけど、打ってパトに入れるのは別にとは違うから。ナンバーさんって誰も最近全然分からん。硬かったよねあれ。勘弁よし。俺最後全然もう振らなかったよ。いやジャンプ攻撃が強いなあれ。もう 12.7 ミリ使った。あ、そんなに使ったんだ。ガソリンも結構ギリギリでしょあれって。いやガソリンはまだ。あ、そうなの。おかしいな。俺がさっきトレーニングフィールドに乗った時はなんか2,30 分ぐらいでガス欠になって、あ、これちょうどやばくなるようになってんだなって言ったけど、乗り方が悪かったかも。ずっと飛んでたからな俺。撃ってないはずよ。近くの村のみかんじデコイにして。デコイになってくれるかな。よーし、じゃあブリーフィングは2分後にやります。ういうい。車が見えるってのは痛いですね。これ車両見られると潰されて足も潰れるんだよな。機動戦車部隊が起動できてないっていう。あ、機動防御したかったんだけどもう無理ですね。第一分隊の戦車隊が2ついるみたいな。あと、ガングリフォンのサーマル、ズームが多分16倍とか言うてできるんで、クソ見えるんで。思ったより遠くからもやられたんだよな、さっき。あと、さっき1戦目の時、誰だったかな、なんか、背の高い草むらの中にいた人、多分いたと思うんですけど、高田さん。あれ、バリバリ見えるんで。マジ？体の一部でも見えたら、あの、見えるんで。ダメじゃん。だから、高田さんが見たら、1戦目誰か多分それで壊滅させられてると思うんですけど、草むらの中に。うん、やられてた、やられてた、アンブッシュチームが。あ、そう。あ、いや、あ、そうなんだ。だけだったね、あ、あ、いや、あの時、他の人たちも聞こえてましたよ。草むらの中で気づいてなかったみたいですか。
僕らは上だけどね。いや、当店込みで3発。紙してんで見てましたけど。4発バックあるから。ペリスコープが使える。7で。はい、3人死んでました。俺がなんだって3、パルサーさんも3だから13発くらい全部今までと一緒になるから、うん、俺4、あるはず、はい、うん、やります、早い早い、17もあるか、1人14発な気がする。分けます。第1分隊エリアブラボー並びに BP2、 第2分隊エリアアルファ、第3分隊 BP1 メティスの3つです。で、6メンバーのいやアルファ、俺はここか、ラトゥンサージェントかな、 OP2 に行ってもらいます。はい、で、まあとりあえず展開してはまあ以上の字で、作戦はちょっとうん、敵との力量差を考慮して結構複雑なんでよく聞いてください。一番大事なのが、個人的には難しいのが BP1 メティス第3分隊だと思っています。まず敵の、想定する敵について説明します。まあ、敵は、うん、平原での戦闘が、特に、まあ、強いかなという個人的な、判断から、オブジェクト1、オブジェクト2、オブジェクト3の順番で潰すと想定します。まあ、オブジェクト2と1が逆転することはあっても、オブジェクト3が最後だとまずは考えます。まあ、理由は、うん、北からの平原からの戦闘と、まあ、ここに山があってこれを越えて戦闘するのはちょっと厳しいかなという理由ですね。なんで、主力の防衛陣はオブジェクト3です。ここを最終防衛ラインとするんで覚えておいてください。で、まあ、こういった経路をたどると敵が想定して、BP1 メティス組には、基本的にオブジェクト1にはの防衛はやりません。オブジェクト1は全て捨てると考えてください。なんで敵がオブジェクト1を蹂躙している間、もしくはミリタリーキャンプまで敵が来るかもしれませんが、その間にバレないことが重要になります。ミリタリーキャンプ内には基本的に入らず、まあ、入ってもいいですが、入ったとしてもこの辺のタワーバンカーとかでかいバンカーとかには入らず、とにかく見つからないことを優先してください。で、敵が南に吐け始めたら、この辺 BP1 付近に、登って、高いところから、背中を、エリアアルファ、まあ、またはエリアブラボーを制圧する、ガングリフォンを落とすという方向でいきます。4問すべて基本的にはこの BP メティスエリア付近に展開させておいてください。はい、以上が第3分隊です。第3分隊の構成に関しては、基本的に第6の方で、指定をするので、それまでは、我慢してください。はい、以上が第3分隊。次、第2分隊です。あ、どうもこんばんは、GVP です。今車両は、オブジェクト2ベリフィング中のどこら辺がいいんだろうな。できればもしかしたら生き残った人員をエリアブラボーに移したいんで、車残しておきたいっちゃ残しておきたいんですけど、うん、どうしようかな。この辺にでも、いや、嘘。この辺にでも、前か、うん、この辺どこでもいいです。この辺に止めておいてください。うん、で、そうね。まあ、正直破壊されたらどうしようもないんですけど、まあ、もし破壊されてなかったら、それに乗ってエリアブラボーまで駆けつけてもらえるかもしれません。それまではエリアアルファの中から市街地内建物の中に立てこもり、オブジェクト2のにやってくるであろうメティス、あ、違う、ガングリフォンの、攻撃になります。特に、この軌道は、なんだろう、直進は早いですけど、曲がるところでは確実に減速すると思ってます。なんで、いくつか曲がるところありますよね。こことか、こことか。こういった曲がり角のところで、ちょうどうまく死角を使って撃破できるように心がけてください。曲がり角か。はい、防衛地点に関しては、分隊長の方で、しっかり見て考えてください。オブジェクト2は最悪破壊されても構いません。破壊し終わって敵が抜けた後、一両でお巻き込みたいな、ここはな。しっかり見てうまく活かしましょう。はい、以上が第2分隊で、第2分隊はおしゃれのこと前提なんで、一撃抜けられてもまあいいです。抜けられたら、あ、それ結構大変だね。追いかけて潰してください。または、もしかしたら高台とかこの辺とかに1機ぐらいいるかもしれないんで、うん、どうなんだろうね、この辺とかかな、76とかそういうのがいたら、潰せそうなら潰してもらうという感じになると。高台か。はい、で、第1分隊は、最終防衛戦です。まずは、エリアブラボーには必ず1班置いてほしい。で、もう1班は、BP2 付近に置いて、こういう風に見てほしいですね。この辺見ると多分街の中入ってくるやつが見えると思うんで、イースト側を攻撃してください。ただし、状況によっては北側に出てもらって、オブジェクト2への射線も通してもらえると、
メティスからメティスが北から、VP2 から南からで内部から、エリア第二分隊がやることで、一気に1、2機潰せるかもしれないんで、あの状況によっては北側を見てもらうかもしれないんで、イーストとノース両方とも見える位置陣取っておいてください。ただ重要なのはイーストなんで、あの見つからないことを重要視して、防衛に当たってほしいと思います。あの各マーカー振ってますけど、あくまでイメージです。あのいい位置を探してそのところに陣取ってください。 VP2、まあ、これぐらいに範囲では普通にいてくれていいんで覚えておいてください。で一応注意事項としては、あのガングリ本体、あの敵の適性がいそうな目星い建物はあらかじめ撃破してくることも想定されます。特に、BP メティスの ミリタリーベースと、BP2 の76の、高台の、バンカー群、この辺は、あらかじめ吹っ飛ばされることは、想定して、行動させてください、うん。はい、吹っ飛ばした後に再度占拠するとかいいと思いますが、最初からいると多分そのまま死にます、うん。はい、そんな感じでいきます。車両に関しては、原則として隠蔽、あんまり車と歩兵の位置を近づけないでほしい。なんでエリアブラボーに立てこもるんなら、もうこの辺に車両を置いちゃうとか、あのオブジェクト3よりも奥に車両を置いちゃうとか、いろいろ工夫してください。でメティス組の車両の場所だけはちょっと指定しましょう。メティス組の車両はファクトリー内に置くこと、ファクトリー内に隠蔽しておくことっていう感じでいきたいと思います。あ、ごめんなさい。あと、車に関してもう1点条件があります。何かデコイとして使えないから。が乗りますが、ちょっと、第3分隊に関しては、ルート的にはこういうルートで行ってほしい。こういうことです。で、ここで、この辺で降ろしてください。プラテンサーシント、第3分隊ね。第1分隊、第2分隊は、あの好きなように、自分の思い思いのルートで、各オブジェクト。デコイとして車両組んだったら、この辺から、ここら辺にどこに北中トラックがあるか分かんないけど。どこにいましょうかね。元は OP2 にいる予定でしたが、 P2 はプラトゥーンサージェントがいてくれるということで、76高地付近にいるかな。はい、この辺に BP2 付近にいるんで覚えておいてください。はい、それぐらいです。質問ある人。メティスの有効射程なんですけど、今測ったんですが、はい、今引いた赤いラインまでが限度だと思ってください。これ以上は届かないです。やべえじゃん。やべえじゃん。ここだとね。やっぱ1キロか。1キロぐらいで多分弾が消える。届かないだと。届かない。確実にオブジェクト3と2は無理です。だからお尻を狙うって言っても、こう入ってきて、ここぐらいの道路に出てきたらギリやれるかどうか。これを超えるともう狙えないです。うん。これ、なるほど。さっき言ってましたけどね。1キロ超えてた。もしかしたら、消えちゃうかも。そう、弾が消えるだけで、弾は。ただそのまま誘導してるかも。うん。そうなの？もしかしたら、もしかしたら。でもね、そういうやつなんかあった、そういう感じの前にも経験した気がするな。消えたかと思ったら、ちゃんと当たったみたいな。ジェットの花粉車が消えるから、見えないだけで。ああ。大丈夫。多分。知らんけど。まあ、ダメだったら死のう。もしダメだったら、もうちょっとワンまで戻って車持って、あの敵の後輩部までつけて撃ってください。多分死にますけど。重力戦線じゃん。大丈夫、いけるいける。っていう感じでいきましょう。はい、他はいかがでしょう。あ、ちょっとエリア分けみんなエリア分けしててかっこよかったからエリア分けしましょう。エリア、すげえ適当に振ってんな。あ、ちなみに質問タイムで私審判いるんで、なんか審判に対する質問も受け付けますんで、なんか遠慮なく聞いてね。みんなどうでしょう。あのさ、一つ確認なんですけどさ、これ時間切れだったら防衛側が勝ちなんですよね、審判さん。時間切れはそうですね。あ、そっか。ったってところで、そう。敵がね。だよね。ってところで。眠屋さん、はい。第二分隊解けてもいいんですか。第二分隊や、まあ解けてもいいっすよ別に。命許します。死を恐れるな。敗北を恐れよ。絶対勝つことが一番大事なので、あの別に死ぬとかは全然。そうだ。死を恐れるな、敗北を恐れよ。あの死は救済である。死は救済である。ただ死ぬなら勝ってほしい。一人でも多くを水星に一発でも当ててから羽に散ります。あれガングリフォンってパイロットだけ撃ち抜くことできないですか？できない。無理じゃね？入らないね。ダメージ。鉄鋼弾とかの当たるかもしれんが、まあ持ってないかな。でも薄々気づいてると思うんですけど、ガングリフォンのダメージ通りやすいのは胴体ですね。へえ。足はちょっと
ダメージは通ることは通るけど、ちょっと通りにくい。あ、そういうのがあるんだ。はあ、うん。実際やってみたんですけど、後ろのエンジン部分を狙うといいよ。後ろのエンジンか。ランドセルを。ケツの穴と。そんなピンポイントで狙えないかな、AT。めっちゃな、ともかく。あ、でも胴体だな。わかった。みんな大丈夫かな？はい。はい、じゃあ、各自、登場を始めてください。あと、ペリスコープとかも使っておいてくださいね。手前からワンツースリー。山宮さん、ちょっと申し訳ないですけど。あ、ちょっと待ってください。よし。一番南を第一分隊、一番手前を第三分隊で。はい。南奥からね。山宮さん、はい、大丈夫かな？車の中に HD が20発入ってるんですよね。ああ、なるほど。マジで？ですよね、この。この辺に来たらもうラッカー、この辺からもうバンバンちゃっていいですか、当てない感じで。いや、当てる感じだけど、まあ撃ってもいいけど反撃食らうぞ。されてあのオプション2で粘るのが一番大事なんで、うん、当てらんとね、あのバレるようならやめておいてください。一発即撃ったら市街地内に、うん、まあそれなら別にいいです。まあどの道市街地にいるとは踏んでるだろうかな、相手もな。じゃあレッド戦闘2台、ブルー5本2台に撃って了解。よし、ちょっと待って、レッドチーム上からちょっと、なんだっけ。あ、俺、チームリーダーじゃなかった、間違えたわ。やべえ、俺が自分がチームリーダーだと思って行動した。ドライバー俺だ、うん。銃座に乗ってくれ。OK。一人でも多くを水にするのだ。もう俺もアラーへの信仰心が今試される時だ。アラーアクバル、アラー、アラーアクバル。殺せばいいんだ。死んでも勝てばよかろうな。もうだ、もう仲間の屍の行き先築き上げようとも必ず勝つ。この磨くだけ素人を。車ってどこにしまいますか？レッドの1台はエリアアルファの。おお、アクパール！めちゃくちゃやな。どんな連合軍だ、俺たちは。大日本帝国軍とアイシスがなんか手組んでる。最悪の組み方だ。ブルー了解。とりあえず、あの、サーチアンドデストリーだから。こちらレッドです。この車企業はエリアアルファの外っていうことですか？めちゃくちゃや、もう欲張り設定やめろ。了解です。よーし、入れ替えます。はい、大丈夫。OK、レッド準備よし。目立つところで動きまくって相手を撃たれる。で、敵の位置を暴露させて、アンブッシュチームが側面からとかどうですかね。いや、敵の位置が暴露もないもないんだ。相手はガングリフォンだから、あのでっかいやあのロボットだからね、露呈なんて暴露もなんもない。相手は隠れようがない。見てりゃわかる。そこに対していかにこう、有効な先手を打てるか。最初の一発を当てられるかなんだ。最初の一発というか、要は、隠れてる隠密状態かの一発をいかに当てれるかが重要なんだ。まあ確かに陽動戦略ってのもなくはない。そう。陽動ってのもなくはないけどね。でも今回はまあ陽動は、陽動してもあいつらの機動力は桁違いだからな。まあ、陽動もなくはないんだけど、でもあんまり、そうね。陽動ね。車両に乗ったところで陽動できる時間なんてせいぜい5秒がでいいとこだ。5秒も経ったらもう壊れる。陽動した側は確実に知る。なんか難しいな。まあ今回の作戦では、メッツがここで撃って、ここに来たやつをこう、メッツが優先誘導が撃つ。歩兵いない、敵ガングリフォンのみ。うん、敵はね、ガングリフォンのみなんだよ。歩兵いない。歩兵俺たちだけだ。だからそこら辺派手に暴れていい。そう。了解。第一分隊より出発。第三分隊はあのプラチナサージェントを置いていく場所をしっかり考えておいてください。はい、では出発。さあ、どこ止まるかわからないが、第一分隊出発したら第二分隊出発しましょう。ワン移動開始。
水位の開始出発。よーし。上の銃座からそのまま AT も撃てるんだよ、これ。左に曲がったらすぐ B 曲がりましょう。まあね、ただ相手はサーマルを持ってるから本当に徹底的にかけないとバレる。まあバレてなかったとしても、例えば今から行くところは分かりやすい市街地だからな。ロケットポットとかで耕せる可能性もある。エリアアルファの外側、北側に車両放棄したらエリアアルファの北側の、まあただ相手のターンも無限じゃないからな。街一つ探してたら弾がなくなっちまう。ブルーチームはオブジェクト2のサウスか、あとオブジェクト2の内部、この緑のエリアの中に陣取りましょう。ブルー了解。相手マジで超長距離でもバレるからね、位置が。もうやばいよ。じゃあ車の隠す位置は各班長に任せます。この辺か。とりあえず光田君の指示は聞くか。トリガーについてが生き残れる。トリガー降りてるからね、今。それでも SU35 ガンで落とした男だからな。光太くんはあと俺がスポッターやって光太くんがスナイパーだった時に 1km 先のやつを俺の指示なく、あの弾道コンピューターとかの計算もなく勘で当てやがったことがある。俺が計算中だからもうちょっと待っててって言ったら、いや大体こんなもんだよって言って距離もまだ正確に言ってないのにバーンって言って当てやがったんだ。あ、そこブルーはそこに止めた。エリアサウス側に移動しましょう。どうしようかな。いや、現在地もあんまりよく分かってないんだけど、まあ、チャペルどこにある？ウエスト側の、ウエスト側の端っこか。こちらレッドです。1台。BP1、BP2 に展開する。何か家の倉庫の中に隠しました。希望があるら光太くんが運転するか？運転する可能性があります。正直それやられると、やっぱりそう思うよな。俺もちょっとここはあんまりよく分かってないんだよな。ただ、町のウエスト側の端じゃないか？で、ね、幹線道路でここだ。あ、ここの T 字路か。いや、これ T 字路じゃないな、十字路だな。あ、わかった、ここじゃね。そこらへん、ん、どこ、そう、ここらへんな気がする。俺も今そう思った。これだ、これこれこれ。で、ここだから、で、こう伸びてる道に対してノース側の建物だから、うん、ここだな。今入れたのここだ。だからつまりここに入れたのか。いいのか、こんなとこで。いいのか、こんなとこで。まあまあいっか、ある程度調べないとだもんな。各班長、町中の家とかのドア開けも全部開けときましょう。できる限り。そう、それを隠すか、あるいは堂々と置いとくか。でも結局弾がなくなっちゃうじゃん、壊されたら。弾はなくなるけど、まあ20発だろ。それにあそこに1個あるし、あの車両から奪えばいいじゃないか。ここ置いといていい？よし、置くんだったら、置くんだったらあれだ。行ったんだよね、エリアアルファだから、この辺なんだよ。隠すなら教会ら辺に、じゃあチャペルあたりに隠す。そっか、わかった。乗れ乗れ乗れ。じゃあ俺運転するわ。みんな乗るか。乗る乗る。よし。あれ、これって分隊長にも見えんの？車いつって。わかんのか。チャンネルだったら見える。あ、なるほどね。こちらレッドです。レッド1台車は隠し終わりました。マップにグループで車1と打っときました。どうぞ。とりあえずバレバレのデコイをここに置いとくか。こうすればチャペルの中に、チャペルの中に敵がいると思う？いや、ちょっとぐらい隠そう、隠そう。あの、墓場の中に入れとくわ。墓場の中に入れるようにして。もう少しかかります。了解。あ、どこに入れる？なんか、あいつ、あれあんのかな？まあいいや、ここに入れちゃうか。家の中入れられないんかな。入れた方がいい。あの窓、あの。じゃあ入れるにしてもちょっと一旦車から降りて探さないとな。これに乗ったまま探すのはちょっと危ない。ブルーの車両と。俺これでこい、あの、あえてこう分かりやすく置いといて撹乱するの悪くないと思うんだがね。最悪この1両がやられてもあそこに1両あるだろう。ゼロワンゼロの分隊、
招待状どこにいらっしゃいます今、はい、まあまあまあ並びその南辺に200メートル程度の展開予定。いいよ、もし分かるんだったら運転してってくれ。俺分からん。車に近くにあそこに置くとしたら俺はキャッチャペルには絶対入らないぞ。これはブラフとして使う。あれこれどこ展開するの俺たち。ちょっとこれガラス割っとこう。よし、これで欺瞞工作ができた。ここで射点を確保するために割ったと見せかける、うん、まあ微妙なあれだけどな、うん、まあやらんよりはマシだ。俺ね、そうだよね。いやでも俺工場のね、あのアパート、2階のアパートの窓をね、適度に割ったり扉開けてたりしたんだよ。あえて、ゲームのために意味あるかわからんけど、とりあえずやっとこうと思って。本当熱源だから。あ、そうだよね。そう、俺何人かね、民間人を入れるべきだと思うんだよ。で、民間人何人かやっちゃったらガングリフォン側の負けってやると、ちょっと面白いかなって思うんだけど。あれ、民間人いなくなかった？いないよ、今回は。でもそれあって、で、例えば5人以上殺害したら負けってやると、でもまあ、それもそれで、こう、なんだろうな。まあでも、もうちょい考える必要ありそうだけど。でも、うん。サーマルずっと使うっていう選択肢を外したい、俺は。うん、で、コウタ君どうしよう。歩兵どこに置くか、あるかな。こちらレッドです。車もそう、それは良くないから、それやるとちょっとずるすぎるから、あれなんだけど。チーム近く、そうですね、付近に隠れておいてください。なんかこうね、撃っちゃいけないターゲットを作りたいよねって今思った。了解。3から6。どうぞ。まあケーブル帯をアイテムとしてなくせば、そもそも拘束もできないから。了解。待ちましょう。15。何どうするか。そこにしようよ。ワンツー。また準備を。とりあえず上に屋根があるところがあれば、もうそこにかくまる感じで。4人とも全員色同じ人いる？いや、それはあかんな。じゃあそっちに行くんだったら、もうちょっと離れようか。はい。1ブロックぐらい離れた方がいいな。てか、まず、あ、俺はコウタ君の、あれか？レッド現在展開中。俺の、じゃあ2マンセルでやらないとな。だから、俺は、そうね。じゃあ、まあ、俺はそうだな、ロース側の方に行こうかなと思っている。ノースオッケー。展開したら一応ルーディード分かった。はい、ブルーで、あと展開完了ですか。屋根があって、あと2階建ての建物がいいな。となるとやはりここだろうか。で、基本外からの窓があんまりないところがいいんだけど、これな、微妙に開いてるかな。いやでも開いてマジで本当にほんの1ドットでもあれ白いの見えたらもう撃ってくるからね。ここか、あるいはあ、そっか。レーダーだから。レッドはどうですか？もちろん離れるか。あそこにしよう。こことか。現在、レッド展開完了。うん、完了でいいよ。ブルーは？ここか。まあ。まあ、2階もいいけど。そうね。ここでとにかくサーマルを切ろう。これとか絶対アウト。これ絶対バレる。いや、マジ、数ドットでも見えてればバレるんだって。さっき、塀の切れ間の足元がさ、塀の切れ間の足、いや、ここちょっと待って、開きすぎてる気がするな。ほんとさっきね、塀の切れ間の足元から、ほんのちょっと足が出てるって理由で俺、撃たれたからな。それがさ、もう2、3000メートル先のグリフォンから撃たれたんだ。ちょっと待てよ。本当にこれでいいのか。あそこに平屋の方がいい気がしてきたな。始まったら伏せときます。うん。伏せとこう。いやでも俺2階下の方がいいな。わかった。俺1階にいよう。まあ1階の方が多分安全度は高いと思うよ。1階にいた方がいいと思うな。よし、俺はもうこれでいいや。ここが安全だな、一番。うん、ここ安全だな。そうっすね、とりあえず全員当てて。2階の何があれかって、建物が崩壊した時、2階にいると落下ダメージ食らうんだよな。追いかけるようにしましょうか。了解、追いかけるんですね、オッケー。ブルー了解。あと、車
沼の中に結構弾がいっぱいあるんで、もし遠くに行っても撃てそうなら撃って、もし撃った瞬間は必ず市街地内に隠れるようにしましょう。今のうちにちょっとバックアッププランを考えとこう。ここの建物にいつまでもいるわけにいかないからな。 AT 一発撃ったら位置移動しないといかん。了解。行くとしたらウエスト側のこの建物か。まあまだ展開しないからな。ちょっとまあ自由に動いて使えた子探すか。残りカウントダウンが始まってからでもいいだろう。ペリスコープ使えるような姿勢がないんだよ。お？爆発した。なんだろう。今の音何事？レッド、ちょっと気づくらいました。なんか爆発音聞こえましたけど。レッド2名、うん、そうですね。何ですか、ですかこれは。一度こちら2名負傷しました。もう始まってますか？いや、始まってませんが。隊長、何ですかこれは。不明不明。何の爆発でしょう。審判に問い合わせてくれ。いや、不明です。なんか直されました。ちょっと展開位置変えましょうか。もしかしたら相手撃ってきたかも。え、本当ですか。治療は大丈夫ですか。死にそうなぐらいの重傷ですか。いや、まだカウントダウンがスタートしてません。あ、2です。あ、大丈夫です。治りました。あ、なんか直されました。どこがいいかな。現在第3分隊の準備。やっぱずっとあそこにいるわけにいかないんだよね。次第始まる予定です。移動する。あれ、あれ、俺どこの家から来た。あ、この家だ。本当っすか。うん、帰ってきました。もしかしたら撃ってきたか。いや、今から帰るのはリスクが高すぎる。車をまた移動させなきゃいけないとかいろいろめんどくさいんだ。まあ、ビピツ展開してます。大丈夫、さっきの敵じゃないって。待機中です。多体の情報で次第ビピツに布陣します。じゃあ、このようにしましょう。そもそもカウントダウンが鳴ってないのに侵入したってことはルール違反になっちゃうから。うん、まあ審判何も言ってないけど多分大丈夫だ。これもう敵から位置見えてるとかないよな。今勝手に動き回ってるけど。そうだよね、さすがにそこは対策してない。あの、ここだったらまずこっちに車線、こっちから見えるかって言われると、うん、まあ、見てるのはノースなんで、相手のウエスト側なんで、そもそも壁があるから見えないんで。ウエスト各 AD 車ってそのスコープを外せばゼロインで 1000m まで行けるんで、それを覚えておいてください。あ、そう。いや、正直 AT 車種の判断に任せるけど、俺は基本外してるな。近距離戦の方が逼迫性が高いから、近距離の時に、で、遠距離にもしやる、どうしてもやるって時は、ゆっくりスコープつけりゃいい。戦いに勝たなければまずいことになる。さあ、どこに、バックアッププランはとりあえずあそこの家にするか。いや、もっと遠く離れるとしたらどこだ。ギリギリ前考えよう。あんま外出てたらサーマルに移って死にますよ。いや、まだ大丈夫だと踏んでいるんだけど。え、もうダメだったら俺あかんよ。うん、俺始まったらさすがにもう隠れるけど、今まだ、まだ大丈夫です。そうそうそう、始まったら俺黙るというか、おとなしくするから。逃げるのはさすがだな。さ、ここ撃たれたらさすがに逃げよう。その方がいいだろう。展開中、ただし、もう有効に使いましょう。ウエスト側に行かなきゃどこでもいいのか。ウエスト側だな。敵が来て以降になります。なんでエリアベイビー付近、よし来た。正直ほぼ見えないと考えてください。静かにしとこ。情報が送られてくるのもだいぶ先です。いいか、奴ら1ドットの白い点ですらばらかってくる、バレるからな。数了解。撃たれたら多分イーストに行けば大丈夫だ。ウエスト側から撃ってくるってことは、イーストに逃げればまだ勝ち目がある。しゃがみながら走っていけば、ここギリギリ塀があるから、ウエスト側からの車検切れるんだよ。1階から逃げるなら。あ、ちなみにね、ノース側の出口から出るのやめた方がいいな。サウス側から出た方が車塀が多い。ノースはあかんわ。サウスから出てイーソ側に行けばなんとかなる。で、その後はまた考えよう。よし、いい。逃げ道まで考えるなんて、普段の後部じゃこんな丁寧なことしねえわ。ああ、それは。
よし、もう動かないぞ。動かないというか、静かにしてるぞ。敵はとにかくウエスト側から来るんだ。あるいはまあ、ノース側回り込んでることもあるだろうけど。ノースかウエストか。サウスから来る。これ、ね、外出てノース側は、あかんな。今んとこデータ情報なしです。さあ、情報来るかな？にゃん。猫がおるわ。尻尾でもかい、尻尾でもかいとこ。どうも。シマオの尻尾ってこんな感じか？全然わからんけど。壊れる。こんなにしましまじゃない気がしてきた。まあいいや。うん、目撃情報あり。作戦エリアに入ったな。よし、完璧。今はおそらくエリアエイペックスあたりに入ったんだろうな。拡大やって6メンバー、2人いますが、2人とも割とリスクのあるところにいます。万が一6からの命令または応答がなくなった場合は KIA したものと考え、すぐに第1分隊長、第2分隊長の方で引き継ぎをお願いします。ワン了解。ツー了解。ルサーさんは何してるの？今待ってる。今隠れてタイミングをただただ待ってる。あ、その間に猫の尻尾を嗅いといてよ。今ガングリフォン対ガングリフォン対歩兵の PVP なんだ。今ガングリフォンっていうロボットが3機こっちに来る。で3つの救助というか俺らがやんなきゃいかん。人コーチ。おい、了解。一度こちら2。これか、エイペックスの。ガングリフォン2機、人コーチにて確認。2機確認されました。人コーチ、エイペックスエリアですね。了解。ここに2機か。ガングリフォン、どんな感じですか？周囲策定機中2機のみ、1機は不明。そうです、3位少佐役います。ヒュイトコーチで作敵中、一機は不明。ガングリフォン強いんだぞ。何がやばいかって、まずサーマルがやばい。サーマルがついてて、しかも超遠距離から 5000m 先からでも普通にバレて、さっき撃たれたからな。あの兵の下だけ切れてる切れ間から足がほんのちょっと見えてたってだけで、 5000m 先から機銃が 30mm のチェーンガンが飛んできてミンチになった。さっきのミッションはで、当然敵のガングリフォンも人間が乗ってるからな。で、今ね、この緑色の3つのエリアにそれぞれ補給トラックがあって、この補給トラックを全て破壊されたら、俺たちの負け。1つでも守りきったるか、あるいは3両のガングリフォンを破壊すれば勝ち。そう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 。今俺やって、今ここら辺市街地のね、どこにいるんだっけ？敵に露見しないように気をつけてください。サウスにあれだから。ここだ。今俺たちはここにいる。この辺りの建物を食った。タマさんが間違ってグローバルで書いてる。なんだと？サーモバリックで建物ごと全員。ああ。ロシア軍並み艦。エアラインさんも前にタンクバーサスタンクの PVP でやってたんだよな。
いや、一回やっちゃった後は、その時はね、そのままね、ダミーの情報をどんどん書いてってね、錯乱させたけど。ダミーのアイコンつけて、ダミーじゃない方のポイント1に向かってくださいとか、なんだそれって。3機目かけちゃいました。同じく人々とコーチ。人々人に3両了解。3両いますか ?3 両です、3両。1両が移動開始、2両は周囲索敵。3マイクで建物と脱走。建物が不走再生終えなんだけど、ただね、ガングリフォンの武装も無限じゃないんだ。ロケットボット意外と量が少なくて。建物を2つ、3つ、4つぐらいは破壊できるだろうけど、あんま建物を壊すことにかまけてると、武装が足りなくなる。だからあんまりむやみに破壊してばっかもいられない。もしかしたら一気に来てオブジェクト2やられるかもしれないんで、みんな注意で。よし、AT 構えとこうな。大丈夫大丈夫。一発でも当てるぞ。胴体に一発当てるぞ。うん。そうね。そこは。おそらく一機は83工場を通り過ぎ、ね、やめなかったとか愛してる。ほんとね、こんな分の悪い人に現実やりたくねえや、絶対。だってもうこの作戦だって何人か死ぬ前提だもん。死ぬ前提の兵士が、例えば俺たちも死ぬ前提だし、死ぬ前提の死ぬ前提ってここに置かれてるんだ。死ぬ前に1両でも多くの、一発でも多くの弾を敵に浴びせるっていう、ただそれだけのために俺はここにいる。今回の本命はここだ。ここにいるメチスチームがこうやって来た敵を優先誘導のメチスランチャーで叩くのが今回の主な攻撃の方法だけど、まあちょっとこれ以上の手数行動はちょっと厳しいので、これ以上は手出しません。了解。小隊長のは小隊の方で引き継ぎます。硬いよ。普通に 4,5 発ぐらい耐える。5発ぐらい ?6 発 ?5 発か6発ってようやく壊れたからな。しかもガングリフォン当然ジャンプありだからな。ジャンプしてピョーンとバレるとあれだ。ただ着地狩りが意外と有効でね。ジャンプ中はまずまともに照準つけられないのと、着地狩りが意外と有効でね。だから、着地する直前に発砲。あの AT 打てば着射時に当たる。まあなかなか簡単じゃないけどな、言うだけ言うけど。シクセル拡大あって現在の偵察情報の最後は実際着地外で何両かやったからな。直前のミッションは3機中2機破壊した。現在正体の方でも確認できる。もう1機も結構ダメージ与えたんだけど、直前で補給トラック全部破壊されて終わっちゃった。現時点でコンタクトしている、敵機はありません。以上、返答不要終わり。現時点でなんか LINE に、おっ発砲が聞こえたけど、多分試し撃ちか、ちょっと起こしたかな。うん。おいら、ただ、右耳から流れる対外無線を聞きながら待つのみよ。なんか LINE で厚生労働省から、ゲート来たから暇だしやっとこ。拡大やって現時点で幹線道路より南側の展開はおそらくなし。ほぼ全機が幹線道路よりも北側ベイビーエリアに滞在しているものと思われます。なんでおそらく北側こちらの予定通り北側のプロジェクト1から敵を潰す予定の軌道を現時点では取っています。レモニアさん、さすが敵の動きを読んだな。それによって幹線道路から南側敵へだし、今回おそらく敵の攻撃はこう来てこう来てこう来るだろうっていうレモニアさんの予想だ。
66コーチ確認されました。鉄器、あ、なんだ南いるやんけ、残念。いやでもまだ上がらんぞ。鉄器の警戒方位、おそらくミリタリーベースで BP1 メチスの方です。66コーチってことは俺らも完全に見られるな。ますます隠れとかねえと。ネック情報更新、66コーチ鉄器に。66コーチ鉄器に。2か。じゃあこれオブジェクト2来るな。一機ぐらいこっちに。どうだろう。敵の気持ちになって考えるんだ。この落下の街を落とすときにどうする？がおそらく幹線道路よりも南側に展開している模様。あ、情報が違うな。もう一度はさらにその後方展開しているものと思われる。確かに一機だけ離れた遠くにいないもんな。北平原だし。さっき北側と言いましたが、おそらく南側に展開している模様。さっきとも幹線道路より。そっか。艦隊にあっては、66コーチが裏か。判断にて射撃を許可しますが、現時点では射撃を控えてほしい。射撃自粛、不要不急の射撃を自粛してください。うん、それしかねえな。あれ、そういえば敵の、まあいいや、味方の燃料トラックが結局どこにあるのか知らんけど、まあまあまあいいや。ガソリンスタンドを通過したら攻撃か。なるほどな。ただあいつ空、おそらく街に入ってくれたらもう空から探すだろうな。道路をとことこ歩かんだろう。着地狩りしかないな、本当に。本当にこの場所でいいのかちょっとわかんなくなってきたな。今俺たちここにいるんだけど。北側か。現時点の偵察状況、66に1台いる、それだけです。こちらレッドです。とにて66コーチ確認、了解。一機。光太くんが見えたのか。マジか。やべえな。こちら側を見ています。はい。もう一度お願いします。ここのオブジェクト2をめちゃんこ警戒してます。どうぞ。絶対見ちゃ出ちゃダメだな。顔出さないようにしましょう。来い。光太くんよくペリスコープで見てんのかな。さすがだな。こちらレッド、66コーチからの1両がこちらに接近してる模様。から来てるか。どうぞ。敵ってジャンプしてます？現時点でジャンプ確認されず。あ、ブリクリク。66コーチの1両がこちらに接近中。待機中。了解、幹線道路内におそらく進んでいる。あ、修正します。やっぱ待機中でした。なんだよ、了解。いずれにせよ第2分隊、主要な防衛は。市街地内で行うように幹線道路から出て吹き飛ばされないで。第二了解しました。来るかな。いや来るとはして、どう来るかな。来るまで撃つのは控えましょうか。了解。あと道路とことか歩いてくれるようなやつならいいんだが。サウス方向に行きました。66コーチからサウス方向行きました。そうそう、ゼロこちら通過。サウスか、南から来るのか。まずい、俺らが。66コーチからサウス方向、南方向行きました。あ、いいや。マジで全然聞こえなかった。はい、第一分隊、場合によってはヒル76を南に。あ、ブレクブレク。ヒル76より南側に位置あり。なんだと？多分オブジェクト3を南から来る。来るか。こちらでも8本長地、南にシフトする。もう市街地に入ってきそう。第一分隊、オブジェクト3方向を視認できたら発砲許可する。どうやって敵さん、オブジェクト3方向から行ったらしいっすね。さあどうなる。そうだな、ここから来るの安直だったか。裏手からこう来る気だ。オブジェクト3には1が今展開してる。さあ1はどうなるか。俺たちはちょっと支援のしょうがないな。もうナロッコーチは。ナロッコーチのやつはどうしようもね。攻撃した。どっちだった。何？ああ、よかった。ああ。現在、消防が撃たれてまーす。まずいな。デモニアさんが。ゼロワン、ワンは光線に入る、2に射撃する。了解、現在。これ敵76コーチにいる可能性ありませんか？なるほど。
了解、こちらでも観測。ヤモニアさんの呼び通り、ここには声聞こえてたな。なんかすごい76高地付近にいるんじゃないですか、この音的に。ここですか？いや、76高地なんですよ、サーバンクが人を押さえた。撃ってほしい。あ、了解、ね。敵は主にウエストを指向しているはず。じゃあ、小本ってどっから撃たれてるんですか？小本が今どこにいるかわからないけど。今のセリーのメティスですか？ちゃんと着弾してましたね。お、当てたのか、メス。詳細位置わかんないですね。なんてこと。おそらく BP2 付近。見えるの？マジか。了解。66コーチのガングリフォン飛翔か？66コーチ。こっちに一気に来る気だ。来てるよ、こっち。南側に2人を、オブジェクト3付近に2人を。俺、ベクター構えとくわ。俺が3桁の数字いったら距離だと思ってくれ。来た、見えた見えた見えた。やばい、一瞬バレたかも。今サウス側にいたね、ガングリボン。サウス側に一瞬見えた。まずいな。うん、いや、ちょっと一つのこっち側の部屋に行こう。こちらゼロ。ちょっと大丈夫ですか？まあジャンプ中はさすがにこっちをゆっくり見てる暇はないかっただろう。大丈夫だ、まだバレてない。サウス側にだいたい目測で6700かな。音あるかな。3射程圏外、遠すぎる。ミリタリーベース中入りますわ。デモニアさんまで生きてるのかな。多分死んだと思われ。やれたか。壊滅したっぽいな、バント。けどめっちゃ出てるわ。よし、そろそろ2です。あ、1あ、OK。 1、なんで今の。ちょっと今顔を出せず、分隊長 KIA、 隊員2名 KIA、 俺も死ぬ。来ただって全員必ず2発当てるように。死ぬふりやら隠れるなやら対応してください。ブレイク3、こちら3です、どうぞ。66コーチからのガングリフォンについては見えてますか？ネガティブ。壊された。どこだ？え？俺のとこやられた。マジか。スキン着弾。全然見たかった。へえ、俺のとこやられたんだ。もうまるで外の様子がわからんぞ。あ、で、近い近い、近くにいる。今ね、ふたふたまる。この家のすぐサウスベース側にいる。近くにいる。あ、待って、逃げる。あ、ちょっと頑張ろう。やられたね。一発で待てよ、一発で待てよ。大丈夫、距離近いぞ。車両登場して、今近い。今ね、ウェスガーからノースに行ってる。あー、距離大体100メートルで当たらずだ。ちょっと頼む。一発でもやってるぞ。今、ノース側にいる。3、4、バルド方向。おそらく、そのままさせに。どうだ？いいか、命にするつもりはないぞ。一発でも多く当てるんだ。リスト見える？ノースリスト見える？そっち見えないけど。よくやった。ゼロ。コタク。一度破壊。たまっちゃう。やったか。いいぞ。どうだ？よし、俺は1階に降りて。探すよ。はい、了解。あ、サースリーですね。一発待ってこれ。いや、今1階に一瞬見えたな。惜しかったな。まあ、たま、わかった。バックパックここに置いとく。いや、待て、入れた方がいいな。待て、伏せた方がいい。ごめん。よしよしよし。とりあえず2発ぐらい待ってた。オッケー、入れた。どうしようかな、バックパックをここに置いとくわ。どうしよう、わかった、俺が下から見る。ガングリフォンジャンプサウスイースト。ちょっと待ってろ。もう俺は撃たれてもいい。俺も待て、今ノース側に着陸した。丸二丸の方向に着陸した。ただ遠いな。確認。ごめん、消え落ちた。今外出てるよ。とりあえず全員市街地内走り回って補給しながら見に来た。でも1両やったんだ。うん、やったってね。でもあいつらその気になれば。なんか状況分かる人いますか？
ヤで都外ガングリフォンにあってはなんかしていた。ういガルマついたよ。あと残り10分だ。相手もヤケになってくんじゃないか。オブジェクト2はもう無視されそうなんだよな。だってオブジェクト2も破壊済みでしょ。1行ってオブジェクト3やったってなったら結構もう打って出ないとどうするか。こちらゼロだ。2そちらに1両向かいました。まあここにいていいのか本当に。こちらに1両接近中。何来るのか。ここに来て何の意味がある。まあいいやろう。方向教えてほしい。接近中のどしだ。接近中方向にあってはノースから接近中この中のこの街の中に1両って言ったと思います。ノースから来た。ノースから来てるって余裕力ん。もう撃てたら行こう。撃てたら撃とう。あーそのガングリフォン結構抜けて今ヒル76登ってますね。登ってる最中そっちに行ったか。ベスト方向からヒル76南の方に行っちゃった。こちらレッドです。レッド2名でそのガングリフォン追いかけてます。あごめん目の前にいたから撃っちゃった。いいよ。とりあえず当てた。ガンガン撃てガンガン撃て。死ぬかもさよなら。俺らはこんなとこにくすぶってて本当にいいのだろうか。どうするかね。ブルーでも撃ちに行きます。ついこちらゼロ発砲まで行きませんか。いたか。お見えたね。自動再損でか。大丈夫です。ジャンプ中だったらこっちは分からんはずだ。距離586、595、597、597、593、5986、573、558、538、ロスト。いいぞ。悪くない。あれがいい。あれでいい、あれでいい。リロードしたけ。バックパック。終わった。やるよ。ほらすら。大体巻いてる。よし終わった。モルヒネも打っといたら俺くれ。やろう俺たちで。パパのさん動くべきかな。そっかいいか。ガンガン撃て。両目撃破。おお2両目やったぞ。ゼロこちら2両目撃破。エースかな。やってない。スミズのメッチ触ってました。あ、やったやったやった。ナイスティールバー三角に。よしよしよし。全員クラウドで追いかけんぞ。もう一度行こう。もう動こう。こちらで確認して。もう一度場所わかるか。こっから撃って出る。おそらくオブジェクト3方向だと思われます。多分オブジェクト3方向じゃない。じゃあ車で追いかけよう。行こう。よし車で行くぞ。ゴー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 。行け行け行け。急げ急げ急げ。車に乗ってその一条の音になります。あ、コウタ君の方あの車乗った。よしこっちだこっちだ。了解。急げ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 。撃って出るぞ撃って出るぞ。時間稼ぎましょう。2了解しました。こちらレッドです。オブジェクト3方向に行きます。お返事しよう。アライブのオブジェクトってどこだ。どこだ。どこだ。あ、ツナカンハーの車がなってました。3がいる地点の手前だ。あ、ごめんごめん。いいよ乗っていいよ。ツナカンさんの。いや、もう持ってて。1両確認。境界に1や。いや、いい。俺たちはもうこうやって撹乱させよう。命を捨てよう。オブジェクト3方面だよな。よしこっちのはずだ。おっ、えっやられた。くっそー。やった。え勝った。よっしゃー。オーバーアクバー。あぶつかった。オーバーアクバー。ちょっと待って。空砲撃とう空砲撃とう。オーバーアクバー。オーバーアクバー。おわーくばーお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで最終戦。いやー勝てたねー。人類側の勝利で1万ポイント獲得。やったー勝った人類側。難しちゃう。大逆転勝利。勝てたねー。どこで人類負けちゃった。トポルさんの真横。いや、あそこ以外だ。いやー、ということで、まあね、俺もあんまりよく分かってなかったけど。予定していたミッションは全て終了しました。ちょこの、結果をもとに、またな、本番に向けてバランス調整したいと思いますので、よろしくお願いします。では、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。解散。
じゃあ、これ終わりよ。ご視聴ありがとうございました、皆さん。まあ、ちょっとあれだな。めっちゃ派手にドンパチ動き回る機動戦って感じじゃなかったけど。でも俺はあれはあれで無線越しのこう緊張感を俺は楽しめたな。どこにいるかわかんない中でこうどうするかってこう考えるのが。ご視聴ありがとうございました。はい。